皆さんこんにちは、9月26日木曜日、加賀島田が切るニュース日本の夜明けです。本編は、本日は全編一般ライブで、皆さんこのライブでずっとお届けさせていただきます。要は、今回の総裁選前日スペシャルということになります。紹介者の、出演者の紹介です。私司会の加賀光栄です。そしていつものご意見番、福井県立大学名誉教授島田雄一先生です。先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして番組の女神、タレントの千葉玲子さんです。千葉さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、先生、はい、いよいよ明日、総裁選の投開票日ということで決着がつくということで、なんか国会議員の人々は、みんなここに入れろということで、各陣営からの電話が、引き渡しも含めて、バンバンになって、なんか食事している暇もないっていうふうに悲鳴も上げてますが、明日ちょっと楽しみですね。そうですね、立憲民主党の代表選はね、これも野田佳彦が有利っちゅうんで、注目が一致しましたよね。だけどこの自民党の方は、誰が勝つのかっていう結構意見も分かれてますしね、蓋を開けてみるまで分かんないなっていう感じがありますね。まあとりあえずは、まあ、今のところ言われてるのは、石破さんと高橋さんの対決になるんじゃないかと。で小泉陣営がちょっとまたなんでね、なんかあるんですね。いやいや皆さんこれはね、後ほどのね、コーナーで先生がクスッと笑った、ね、その意味も含めて追求してまいりたいと思います。まず本日の、ね、1番目のテーマからいきたいと思います。千葉さんよろしくお願いします。はい、日本人男児殺害は国民交流に深刻な打撃、上川陽子外相、中国外相に厳正な処罰要求。上川陽子外相は米ニューヨークの国連本部で中国の王毅共産党政治局員兼外相と会談した。上川氏は会談の冒頭で日中の戦略的互恵関係を進める意向を示した王氏に対し厳しい表情を見せて、中国広東省深圳で日本人男子児童が刺殺された事件に言及し、日中関係の基礎である国民交流に深刻な打撃を与えると伝えた。上川氏は約1時間に及んだ会談で、動機も含む一刻も早い事実解明と明確な説明に加え、犯人の厳正な処罰と再発防止を強く求めた。中国の在留邦人、特に子どもの安全確保のための具体的な措置も要求した。また中国の SNS での日本人学校関連のものを含む根拠のない悪質で反日的な投稿は子どもたちの安全に直結し絶対に容認できないとし、早急な取り締まりの徹底を求めた。はい、ありがとうございます。これね、この記事この後はないのであれなんですが、実はじゃあ王毅外相はそれに対してどう答えているかといえば、全く謝ることもなく、前向きな発言もなく、で要はこの問題偶発的だと、でさらに言えばこの問題はあまり気にしてね、感情的になって政治問題化するなと、むしろねなんか説教しているような話になってるんですが、先生はどう思われますか。これまず上川陽子外相のね、対応が明らかに遅いですよね。そうですね、この事件の直後にね、実はちょっと名前は言いませんけどね、ある自民党の幹部中の幹部が言ってましたけど、即座に上川外相がね、駐日中国大使を呼びつけて、どうなってんだと。そうですよね、そしてね、今回大きに言ったようなことをね、もっと強い口調で言わないといけない。しかもね、中国の方でもね、金杉駐中国大使が、現地に行きましたけどね、応対したのが現地の副市長だったと。この辺りもね、結局なめられてるわけですよね。で遅まきながらこの上川氏がね、大きに会いましたけれども、これで要するに中国の SNS 等のね、間違った、要するにこの日本人学校がスパイの養成施設なんだとかなんとかね、これ全く事実に反するわけですが、ただ
そういう投稿を、まあ、ネタにしてですね、はいはい、この学校に対する投石とかこれまであったわけですよね、うん、もうずっと続いてるんですよね。そうそうそう、投石なんかでね、うん、あの大怪我する生徒が出てもおかしくなかった、はい、で中国の場合独裁体制ですから、はい、習近平が一言ね、うん、この SNS この種のもの全部削除させろと、うん、言えば、うん、翌日からね、うん、全部消えるわけですよ。そうですね、うん、それをやってないっていうのはこれ意図的にね、うん、やっぱ反日感情を煽ってきてるわけで、うん、だからまあ上川氏今頃になってやってますけど、うん、このもどうせね上川氏なんて、うん、自民党総裁当選する可能性ないんだからそもそもあの勘違いして何立候補してんだっちゅうね。もう本当に日本人のためにだから身を捨ててガンガンやれよっていうことですよね。だ本来ね、もうこれ外相辞任すべきなんですけれども、ともかく外相やってる以上はね、うん、あのきちんとこういう問題にこう職責ですからね、うん、そうですね、対処すべきですよね、うん、だから金杉大使を呼び戻してもいいぐらいですよね、うん、まずね、まあ、それとね、ええ、不思議なのは外務副大臣がわざわざ中国に行って向こうに抗議、うん、あの時間とあと抗議するとかなんかやってるんですよ、ええ、はいはい、なんで自分あ日本人が行くんですか、日本の副大臣が行くんですか、うん、しかもね、あの呼び出さないと、うん、あの外務副大臣確か上杉とか名前でしたけど、なんだか、まあ、その名前ですけどね、はいはいはい、あの名前も我々はっきり覚えてないような、まあ、三下議員ですよ、はい、でね、あのこの知ってますこの、ね、外務副大臣ね、うんうん、これ外交問題で何の見識もない人、うん、まあ、単にね、あの当選回数ある程度重ねとるから、うん、どっかはめとかないかんなっちゅうんで、うんうんうん、外務副大臣やってるだけなんですよ。だからそのこの人事自体もおかしいですしね、うん、ほんでふらふら中国行ってるっちゅうのも何なのと、うん、ま、だから外務省のね、うん、あのこう政治家たちね、外相とか副大臣とかね、うん、全く機能してないですよね。なるほど。そしてですね、先生そこまで怒ってるんですけれども、うん、じゃあ今度中国はどうなっちゃったかって言ったらもっとひどいことになってるわけですよ、うん、すいません2番お願いいたします。加賀先生注目、日本こそが反中ヘイト教育を行っている、中国 SNS で主張相次ぐ事件をめぐり、日本国内では中国が長年反日ヘイト教育を行ってきたことが原因だと指摘する声が相次いでいるが、ウェイボーで300万超のフォロワーを持つアカウントは、何が子どもの頃からのヘイト教育か、日本の右翼に警戒と綴り、数枚の写真を掲載。写真には靖国神社とみられる場所で、旧日本軍の軍服を着た日本人の男児らの様子や、大勢の幼稚園児が日の丸と旭日旗を持って並んでいる様子などが写っている。250万近くのフォロワーを持つ別のアカウントは、上川外相が反日的な SNS 投稿の取り締まりを中国側に求めたというニュース記事の画像を添付した上で、日本が中国側に圧力をかけているが、世論調査によると中国を嫌っている日本人の割合は 93% に達している。一体どちらがヘイト教育を行っているのかと主張した。結局こういうことを中国はやってくるわけですね、うん、ですから自分たちは悪くないというために日本の方がもっとひどいことをやってるんだと、いつもの言い訳というか、いつもの全てのあの状況を覆しのね、うん、開き直り居直りということをやったんですが、先生どう思いますか。この反中国教育をね、うん、やってる存在があるとすれば、うん、それは中国共産党ですよ。中国共産党の行為がね、中国に対する反感を呼ぶと、これは明らかなのは、はい、だからこうあの反中国的云々とか言いますけれどもね、うんうん、あのこれ世界中の国がね、うん、アメリカもそうだし、ベトナムはじめ、はい、東南アジア諸国も、あるいはインドでもね、うん、やっぱり中国共産党による非常に侵略的な、はい、行為、傍若無人なね、うんうん、行為に対してやっぱ反感がどん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 高まってるわけですよね、うん。でこれは日本が例外じゃないんですよ、うん、中国に対する悪、そうですね、中国共産党に対する悪感情ね、うんうんうん、一方ですね、あの中国がねこうわわ言ってますけれども、うん、はい、あの
日本に対してね、うん、じゃあ日本けしからんと言ってるね、はい、国どれだけあるのと、うん、中国と、まあ、韓国の最後ぐらいですよね、まあ、あれは北朝鮮これはまあ独裁国ですけどね、はいはい、だって他の国々はあの、はい、日本人というのはまあ優しいしね、うん、人が良すぎるぐらいいいという感覚なんでね、はいはい、だから他の国々のね、うん、反応比較したら、うん、あのどっちが間違ってるか明らかですよね、うんまあ、苦しい苦しいあの世論操作やってるってだけですよね、まあ、これで自分たちは圧力かけたつもりなんでしょうけれども、うん、さらにもう本当に中国ってバカだなと思うんですが、3番よろしくお願いします。はい、日本への渡航警戒を中国大使館男児殺害受け注意喚起、デモや集会に近づかない。在日本中国大使館は日本に在留する自国民と訪日旅行を計画する自国民に対し、情勢を鑑みて警戒意識を高め安全を確保するよう公式サイトで注意喚起した。中国深圳の日本人男児刺殺事件を受けた対応とみられる。注意喚起は10月1日の国慶節に伴う大型連休を間近に控えているとして、日本での安全意識の徹底を呼びかけたもの。地域の安全上のリスクに注意し、パレードやデモ、集会には近づかない。現地の法律や法規を遵守し、現地の風俗習慣を尊重する、などと注意事項を列挙。また、紛争が発生した場合は、理性的に要求を表明し、交渉や法的手段を通じて、正当な権利と利益を守るよう求めている。自分たちのことをこういうふうにできるんだから、ねうん、あの中国にいる日本人、特に、ね、そういう子どもたちとか、ね、安全を守るというのちゃんとこのぐらいの注意を呼びかけて、ね、自分たちでやってくれよということなんですが、先生どう思われますか。ね、ここであの中国当局が、ねはい中国で一般人に呼びかけたということのうち、うん、半分ぐらいはね、うん、正しいんですよ、うん、だからあの現地の法律や法規を遵守して現地の風俗習慣を尊重すると、はいうん、こう当たり前のことをね、これまでやらない中国人が多かったからね、いろいろこうあの、うん、トラブルも起こってきたわけですけれども、うん、でトラブルが起こった場合ね、うん、理性的に要求を表明しなさいと、これも当然のことでね、うんうん、でこの現地のね、あの風俗習慣を尊重するということの中にはね、うんうん、やはりこのどこでもめったやたらに子供にね立ち小便させたりしないとかね、うん、そういうことも含まれるわけですけれども、うん、だからこれはぜひねあのちゃんとかこれはあれなのね、ええ、中国人が日本で何をやってるかって知ってるから言ってるわけで、つまり安全のリスク、パレードやデモ、習慣に近づかない、近づいていて、現地の法律や法規を遵守してない、うん、で紛争が発生した場合は理性的に要求を表明し、どうこうだけど感情的にやって、いつも喧嘩して、うん、なんか物を盗んで逃げちゃうとか、なんかいろんなことやっているって、だからそれ知ってるわけね。ただ先生ね、これね、10月1日の国慶節に伴う大型連休を間近に控えているとしてっていうことで、旅行をどうこうって言ってるじゃないですか、ええ、で要はこれ以上日本側がぐだぐだ言うんだったら、うん、中国人の旅行客を日本に行かせないぞっていう脅しなんだよね、これね、まあ、結構な話でね、うん、あのマナーの悪いね、はいまあ、中国人に限りませんけれども、うん、外国人、別に来てくれなくて結構なんでね、そうですね、うん、あのそしてね、うん、例えばあの靖国神社で立ち小便してね、はい、その映像を上げたような連中とかね、はい、あんなものはとんでもない話でね、うんうん、だからこれ中国側がもっと厳しく処置しないといけないわけですけれども、うんうんだからさっきも言いましたけどね、うん、これ言ってることじゃあちゃんと守ってくれよと思いますけどね。そうね、うん、いやそれでですね、これもまた島田先生が本当にもう天敵というか本当にいつも起こっているテーマです。4番よろしくお願いします。島田先生注目、河野太郎氏がネトウヨ発言、外向けにわーわー、深圳の日本人男児殺害めぐる対中対応で。河野太郎デジタル相は22日のフジテレビ番組で、中国深圳にある日本人学校に通う男子児童が自殺された事件をめぐる中国政府に対する日本政府の対応について、
外で見えるように強く言えと寝頭用なんかが言うが、必ずしもそれがいいとは限らない。申し入れはきちんとやらないといけないが、外向けにわーわー言って、言っているぞ感を出せばいいというものではないと語った。河野氏は中国と一対一でやることも大事だが、欧米を含めて中国に対して在留外国人への安全確保、こうした事件が起きた時に速やかに説明することを国際社会が求めている、国際社会が求めるという動きにしていかないといけないとも強調した。島田先生です。ネトウヨの暴言、誹謗中傷と称して、真っ当な意見までブロックしたり、回答から逃げたりが河野グレ太郎のパターン。それでいて、中国のネトウヨやネトサヨには大いに寛容。北京の女性役人には鼻の下を伸ばして恥じない。呆れた男だ。先生、まさにね、河野太郎ね、はい、品性、下劣と言われてもしょうがない男ですけれども、まあ、映像画像がいろいろ残ってますけどね、はい、日本 の役人に対しては、まあ、こんな格好してね、おごわという感じで、それも原発もきちんと利用しないといけないという真っ当な意見をね、述べた官僚に対してね、わーわーとこのね、恫喝していると、間違った立場からね。一方ね、この北京の女性役員とか書きましたけど、これ華春瑩という名前のね、ちょっとぽっちゃりした、はい、女性の外務省報道官いました、いましたね、今だからツーショットで撮ったりとかね、そうそう、それをね、河野は鼻の下伸ばしてね、はい、青みたいな顔して、いや本当に伸びちゃうんですよ ね、で自分でこう久しぶりのセルフィーですとか言ってね、そこなると過去ね、載ってますよね、過去ちょっと真ん中に変な画像がね重複して、ね、載ってるんですが、うん、この顔どうですか、この見苦しい顔ね、こうなの、うん、これ日本の役人の前の顔とは全然違いますよ、うん、だからこの、まあ、もうなんかだから外交で仕事で行った顔じゃないもんね、まあ千葉さんの前行ってもこんな顔するかもしれませんが、気色悪いですよね怒られますね、うん、でね、これ要するにね、中国共産党のね、うん、官僚ですよこれ、うん、こういろいろ人権抑圧をやってる側の人間、うん、それに自分から寄っていってね、うん、一緒にこう写真撮ってくださいと、でこれね、うん、英語版でもこうの上げとるんですよ、With a famous Chinese lady とかいうキャプション入れてね、うん、世界的に発信しとるわけですよね、うん、青ですね、バカですね、うん、本当バカと言われる、世界が中国に対して厳しく、ね、当たろうと、して中国のその暴挙を防ごうとしている最中、この河野の顔ね、うん、文字通り酷辱ですよねこれね、うんうん、恥ずかしい、これね、うん、同じことをアメリカの国務長官がやったらね、即日クビですよ、クビですね、うん、即日クビです、うん、それをだからこれはね、これ河野が外務大臣の時なんですよね、それをね野党も問題にしないっていうあたりがね、日本の政界全体がね腐食してるっていうことですね、そうですね、しかし見れば見るほど気持ち悪いな、うん、横丁千葉さんに関するこの顔千葉さん、この写真どう思われますか？いや、ごめんなさい、そこの上にある久しぶりのセルフィーっていうそのキャッチフレーズでごめんなさい受けちゃって、いやもうちょっと言葉にならないですね、うん、そうですね、ちょっとないですよね、す普通の感覚では、うんうん、これね、完全にね、これセクハラに引っかかりますよ、これ、ね、この後華春瑩がね、うん、寄ってきてね、うん、キスしてもいいわよとか言って、河野はね、うん、いいんですかとか言ってね、やる可能性もあるんでね、やめよう、それ以上行くと、それ以上行くと僕も参加しなきゃならなくなっちゃうから、だけどね、そういうね、セクハラに引っかかるというね、そうですね、可能性を大いに匂わせてるということも含めて、うんうん、アメリカの国務長官これやったら、そう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 、もう与党からもね、何してんの、うん、お前はと、うん、いうことで、うん、もう即日クビになりますね、間違いない、外交として外務大臣として行って相手と対応するという、うん、その意味を履き違えてますよね、うん、だから個人的に横って仲良くするんだったらもう勝手にやれよって話ですけど、国費を作って行ってるわけですからね
これだ その辺のバーに行ってるわけじゃないんでね。そうです、ね、敵地ですよ。で、そうですね、そしてこれ中国の、ね、外務省の報道官というのも完全にね、うん、中国側のね、うん、まあ、中枢にいるね、うん、まあ、こう中堅ぐらいの役人ですけれども、うんうん、弾圧してる側ですからね、うん、もうだからあの基本的にね根本が分かってないんですよね、河野はね。でも先生、今回ね、うん、総裁選で河野太郎氏も立候補して、ええ、最初は1番2番3番ぐらいに入るんじゃないかというところが、どん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 喋れば喋るほどボロが出て、正体がバレて、人気がどん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 下がって、今や最下位を争うぐらいになってるじゃないですか、うん、でもこれ良かったですね、そうなってね、うん、あの河野はね、まあ、麻生派所属ですけれども、はい、うん、そのね、自分の本拠地というべきね、うん、麻生派からも河野を支持しようっていうね、うん、熱心な声じゃほとんど上がってないわけですね。ないですね、うん、だから、まあ、あの、うん、彼は人格的に非常に欠陥が、はい、あの多い、うん、上にですね、うん、やはりエネルギー問題なんかでね、うん、あの風力と太陽光だけで、はい、エネルギー賄えるんだとか、うん、絶対にありえないことを、ね、ありえないですね、うん、言って、そしてあの原発に関してはね、うん、この一応、まあ、再稼働も多少は認めるというか言いましたけど、はい、うん、だけどね、彼はあの再処理施設、青森県六ヶ所村をね、はいはいはい、あれは潰すべきだっていう態度変えてない、うんうん、まあ、要するに あれを潰しちゃったら核のサイクルがね、うん、そこで遮断されて、各原発に使用済み核燃料たまって、その運転できなくなるわけですからね、はい、うん、それ絡めてでね、あの、うん、要するに原子力発電潰そうとしとるわけでね、うん、だから表向きは今回はね、ええ、賛成するみたいなこと言って言ってること知り滅裂ですよね。知り滅裂です。だからあの、うん、エネルギーっていうのはやっぱりね、うん、あの国の根幹ですからね、はいはい、それをね、あの壊すような、うん、やめて無責任なことを言っとる上にね、うん、その太陽光パネルだけでいけるんだとか言っとるけれども、うん、それにあの自分のところの、ね、親族の会社が関わってるわけですよね、はい、中国からの輸入で、ね、うん、だからそういうのをね、あの総合して考えればね、うん、これ刑務所入っててもおかしくない男なんですよね。うーん、断言しましたね。ん、言いましたね。 おかしくないという言い方でね。同意します。はい、同意します、ええということで、ちょっとね、千葉さんからのテーマが上がってます。6番よろしくお願いします。はい、はい、日本の神社仏閣の売買をロイターが報道、仲介業者多くの中国人が買おうとしている。日本の神社仏閣が外国人などに購入されている実態について、ロイター通信が、日本の当局は監視を強めているとする記事を配信した。海外メディアの関心の高さをうかがわせる。ロイターは後継者がおらず一時解散の危機にあった群馬県藤岡市の三籠山不動尊を取材。不動産ブローカーを名乗る2人の男から売却に興味があるか聞かれたという僧侶の話を紹介した。日本の当局の見方として、購入希望者は崇高な目的で買うわけではない、宗教法人が税制上優遇されているため脱税やマネーロンダリングを狙っているのではないかと伝えた。で、私です。手遅れになる前に水源等も含め売買には厳しい規制や禁止事項を設けるべきと書きましたが、先生方、このニュースいかが思われますか？おっしゃる通りですね。これあの僕もね、ずいぶん前から中国人が、旅館を買いたいとか神社仏閣を買いたいとか、そういうの出てないかっつって、いろんなねブローカーとかに声かけてるって話は聞いておりました。先生どう思われますか？この神社仏閣に関してはね、うんうん、中国共産党政権というのはもちろんあの、うん、無神論の立場に立つわけですからね、はい、ここ勝ってですね、うん、丁寧にそれをあの従来の形で保存しようとするはずがないわけですね。ないですね、うん、当然あの壊してマンション建てようとかね、うんうん、そういう格好でね、やってくると。で、あの、で、まあ、この、うん、これ、まあ、千葉さんのおっしゃる通りなんですけれども、うんうん、
防衛施設の、ね、近辺に例えば中国が何らかの施設を建てるとかね、はいはいはい、そういうのもようやく規制しないといけないという議論が始まったぐらいでしょ、国会で、ね、アメリカはもうやってますからね。そうですよ。で、アメリカの場合、まあ、トランプ陣営なんかはね、さらに、うん、国の公共施設から半径 40km 以内には、うんはい、中国国籍の人間にね一切何も買わせないと、うん、そういう、まあ、法律を作ると言ってますけれども、うんはいうん、だからこう いろんなね軍事施設だけじゃなくていろんなところからね、うん、中国は手を伸ばしてきてるんでね、うん、水源の問題もそうですけれども、はいはいそうですね、だからまあもっとしっかりね警戒しないといけないですよね、うん、だからこれ目に見えないところで実は中国が、うんまあ、表面上ね中国人が出てきて、うん、登記簿上もね出てれば分からない、分かるけれども、うんステレスでやってるケースもいっぱいあるわけですよね。あるでしょうね。ですからね、これ目に見えないもう日本侵略が始まっているんだと、だから政府は何やってるんだって話ですよね。ここのね文化人放送局のこのスタジオなんかも、はい、中国が買収にかかってくるかもしれないわけね。で我々当然外されてね本当ですか。美中的な河野太郎なんかがキャスターになったりね、うん、なるほどね。警戒しないといけないですよ。千葉さんのところは大丈夫なんですか。私のところ千葉さんの地域なんかで神社仏閣買われちゃったっていうケースがあるんですか。千葉さん のところがね、うん、まさにそうな神職なんですよね。はい、私のところは大丈夫です、うん、私、はい、うちの旦那が神職なんですけど。近くにそういう話とかやっぱあるんですか、うん、耳に入ったりしますか。いやでもやっぱり小さな神社、田舎で小さな神社で後継者がいなくてというところだと、うん、話があるっていうのは何件かはうちの旦那から聞いたことがある。そうだよね、はい、恐ろしいな、うん、そしてねこれはちょっとまたね、うん、信じられない話なんですが7番よろしくお願いいたします。はい、NHK の国際放送での尖閣発言問題、中国人元スタッフ、日本の侵略して許さず現地報道。中国紙北京日報は NHK ラジオ国際放送などの中国語ニュースで原稿にはない発言をした中国人の元外部スタッフがインタビューで、日本政府とメディアが侵略の歴史を否定し軍国主義を美化していることが許せなかったことを理由として主張したと報じた。同氏のインタビューで、ニュースの原稿が軍国主義に死をという落書きの文言に触れていなかったと指摘。NHK は意図的に避けた。国民を欺き、客観報道に反していると持論を展開した。ニュースで使用できる文言に制限があり、日本社会の歴史修正主義を表しているとの見方を示した。だから彼は中国で英雄視されてるってことですよね。これ本人ね、うん、NHK 国際放送で働いてて、うんはい、で中国に帰国するということになって、うん、単に変えるとね、うん、お前に日本のために働いてきたのはスパイだなっちゅうんでね、なるほど、大変な弾圧を受ける可能性があるんで、うんまあ、アリバイ工作としてね、うん、これ言った面もあるんですよね、うん、要するに最後っぺみたいに、うん非常に日本を非難することを私言ってきましたと、うん、だから弾圧しないでくださいねっちゅうね、うん、だけど そこはまさにね、うん、中国共産党政権の体質を表してるわけで、うんうんその普通に日本でね働いてる、はいだけでは、ね、スパイ扱いされかねないと、うん、だから何かこの反日的な言動をしないとね、うん身の証を立てられないというのはねやっぱり雰囲気にどん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 なってるわけですよね、うん、中国習近平体制の下でね、うんうん、で軍国主義にしようとかありますけど、うんはい、こう軍国主義と今一番言えるのは中国共産党政権ですよね。でもねこれここには載ってないけれども、うん南京大虐殺がどうこうとかね、はいはいはいうん、そういうねゆがんだ誇張したね、うん、発言する人間っていうのは、うん、NHK のみならず民放とかで ねコメンテーターとしていっぱい出てくるわけですよね、うんうん、あるいは尖閣諸島に関してもね、うん、鳩山由紀夫元首相なんかは、うん、あそこは係争地だっていうような言い方したりしてましたよね、うんうんうん、はっきりあれ日本の領土なんだと、うん中国が因縁つけてきてるっていう言い方じゃなくてね、うんうん、だからそうテレビ界全体のね、はい緩みっていうのも忘れちゃいけないですよね。だからこれはね NHK
NHK の管理体制が全くなってないということなんですよ。と同時に先生の今言われたね、もしくは日本人に組みしてきたんじゃないかと、お前日本のスパイかと疑われるから、まずアリバイ作りのようにこんなことやったって言うんであれば、だとしたら日本にいるビジネスマン、中国人のビジネスマン、あるいは留学生、みんな同じようなことをやるって話ですから、うん、ここはね徹底的にきちっとやらないと日本の中でね、本当なんかとんでもない大騒動起こりますよね、うん、という中で僕は NHK って本当ふざけてると思うんですが、8番よろしくお願いいたします。はい、NHK ラジオ問題で辞任の理事、1週間後にプロデューサーで再雇用。 NHK のラジオ問題で10日に引責辞任した国際放送担当の曽畑前理事が NHK メディア総局のエグゼクティブプロデューサーとして再雇用されていたことが25日、複数の関係者への取材で判明した。辞任から約1週間後に契約職員として復帰したという。局内などから辞任後わずか1週間での再雇用で、偽装辞任だとの批判の声が上がっている。腐ってますね。先生どう思われますか？これね、その中国人の、元スタッフがね、はい、帰国前にこう三国別的に言ったアリバイ工作の発言だけをね、うん、問題にしてますけれども、うん、普段から NHK ニュースね、うん、たまに見たりすると非常に歪んだ記事多いですよね、うんうん、で反トランプ的なね、はい、アメリカ報道だと、うん、そういうものも多いしね、うん、まあ、その他やっぱり左翼に迎合してる、うん、NHK の組合左翼ですからね、うん、社会統計の、はいはい、だからこれ全体をね、もっと問題しないといけない、うん、というのはね、まあ、民放も問題ですけれども、はい、NHK の場合税金が入ってるし、うん、そうですね、で視聴料ね、これ強制徴収しとるわけでしょ、うん、はい、だから、まあ、本来そういうシステム自体やめるべきなんですけどね、うんうん、まあ、NHK 党なんかそれ問題にしたんだけど、はい、あそこもまあなんかふざけた活動ばっかりしてるね、そうですね、うん、結局は本来主張したことを、最初は良かったのにね、そうそう、だから私もね実は、はい、NHK 党に一票入れたことあるんですけどねそうですか、しかもあいつらは根本的に軽薄で ね、嫌なことばっかりやってますけれども、うん、いやだからこれで一、うん、システム自体問題すべきですね。そう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 、 NHK が、うん、だって例えば朝鮮半島問題でもね、はい、誰が見たって、うん、こいつ専門家とは言えないというような人間にいつもコメントさせてるわけですよ、はいはい、うん、でそれでね視聴料を払えっていうね、うん、これ悪質な押し売りですよね、うんうん、だからこう視聴料強制徴収というシステムをまずやめると、うん、そうですね、だからアメリカなんてそんなテレビ局ないわけですよね、うん、その辺も本来国会で議論すべきなんだけれども、ね、うん、議員たちは押しなべてですね、うん、いやそういう行動を起こして NHK に睨まれるとね、うん、嫌だっちゅうんでね、うん、腰が引け取る人間も多いと、うん、だから既存政党全部ダメですね、うん、だから NHK は構造的にね、うんうん、疑惑まみれ で要はそういった国民から巻き上げた、うん、視聴料であったり税金であったりということで運営成り立たせて、最高の給料をもらって振り返ってやって、で、うん、でなおかつ子会社孫会社いっぱい作って、うん、そこは民間会社だからつってガンガンタダで作ったソフト、映像とかをやって、もう巨大な利益を上げて、うん、ものすごく資金プールされてるわけですよ、だからこれね全部ね解体してきれいにしなければ、うん、NHK 問題なんて解決しないですよ、うん、だからねそれね弱み握られてるとかいつも接待受けてるからとかね、もうダメですね、うん、このそうですね、で、こういう中国絡みのね、うん、おかしな内容だけじゃなくて、うん、その LGBT 問題なんかでもね、はい、今問題になってますよね、うんうん、連続テレビドラマが非常に最悪に迎合してる、はいはい、無理やり入れてるようなね、うん、プロデューサー稲田智美香っていうのね内容のをやったりね、まあ、そういうのを全て含めてね、はい、問題にしないといけないけど、これもう一つだけ言うとね、はい、最高裁判所もね、うん、これ迎合してね、うん、この視聴料の強制徴収これ、はい、おかしいっていうね、うん、憲法違反だというような裁判起こされてるわけですが、うんうんうん、最高裁の判事たちがね、うん、これまたなんか世の風潮に迎合してね、はい、NHK の側に立っとるわけですよね、うん、まあそういうね、裁判所の姿勢も含めてね、うん、どんどん問題にしていかないといけないです、ね、そうですね、もう本当におっしゃる通りですね。そして先生がちょっと
また起こっているという9番よろしくお願いいたします。はい、島田先生注目、スウェーデン500万円あげるから帰ってと移民の自主出国促す、北欧の寛容が様変わり。スウェーデン政府は自主帰国を決めた移民に対し一人当たり最大35万クローナ約490万円を給付する新制度を発表した。移民の出国を促すのが狙いで2026年から実施する。寛容な難民受け入れを誇った北欧の人道大国は大きく政策を転換した。発表を前にヨハン・ポシェル移民相は、我々は移民政策におけるパラダイムシフトの最中にあると訴えた。スウェーデンでは22年の総選挙で左派政権が下野し、8年ぶりに右派政権が発足。極右政党が閣外協力し、強硬策、移民強硬策を進めている。島田先生です。かつては文明を旗印に先進国が後進国を植民地化したが、今は人権を掲げて後進国が先進国を植民地化する時代という基本を押さえておく必要がある。甘い対応は日本を滅ぼす。本当にその通りですね。そうですね、うん、だからまさにね、うん、パラダイムシフトという言葉がありますけれども、はい、うん、今は後進国の方からね、うん、まあ、こう難民と称したりしてね、はい、まあ、本当の難民の人も一部いますけれどもね、うん、そうじゃなくて難民なんだと言ってどんどんみんな先進国入っていこうと、うん、はい、そして甘い、まあ、リベラル派薄ら最後の連中がね、うん、みんな受け入れてやるべきだとか言いますからね、はい、そしたらとにかく定着して家族も呼ぼうとかね、うんうん、これまさにねこう植民地化の動きなんですよね、うんうん、そうですね、うん、でこのねスウェーデンの政策ね、はい、これでなんで500万円渡さないといけないんですかすごいないう問題があってね、はい、うん、これトランプ氏なんかは、うん、もちろんこの金なんか渡さずにね、うん、不法越境者に関してはとにかく、強制送還するということを打ち出しますね、うん、言ってますね、うん、で史上最大 の送還劇をやるんだって言ってますね。そうですね、でアメリカがそういう方向へね、うん、まあ、トランプ政権になって来年1月から動くとした場合、はい、でスウェーデンなんかも一応金を出すっていうね格好でちょっと問題あるけれども、はい、うん、ヨーロッパでもこういう動き、それがイタリアのメローニ首相なんかね、もっと強硬な格好で彼女でも素晴らしいですね、うん、そうなってくるとね、うん、まあ、偽装難民みたいな人たちが、うんうん、じゃあどこへ向かうのと、先進国で一番甘いところへ向かうわけでね、うん、これが日本だってことになるわけですよ。そうですね、でこういうニュース見ててね、うん、これ日本にねこうどんどん来るなということをまず感じ取ってね、うん、議員たちは、うんうん、それでどんどん先行してね、うん、その抑えるの法律作らないといけないんですけどね。いや本当にそうです。だってイギリスだって移民とか難民で国家が分断して暴動ばっか起こって、うん、もう国家統治が揺らいでるじゃないですか、でさらに言えばアメリカなんてもう最たるケースじゃないですか、うん、もうそれ難民とか不法難民も入ってきて、で国家っていうかもうなんか民族国家がそこら中にあって、うんうん、これアメリカは一つの国じゃなくなってますよね。特にね、うん、カマラ・ハリスを大統領候補にしてる民主党の、はいはいはい、うん、これはね不法越境者不法移民にもね、うんうん、選挙権与えるべきだって一緒にまでしてるわけですよね、まあ、結局ですね、不法越境者の人たち、うん、まあ、英語も満足にできないんで、うん、こうまあ、高い給料もらえる職とかね、うん、もちろんつけないと、だからばらまき福祉に頼る度合いが強いんでね、うん、ばらまき福祉というとやってくれるのは民主党だと言うんで、みんなやっぱ大体民主党に投票する人が多いんで ね、 なるほどね、だから国を壊してもね、うん、自分が次の選挙を通るためにどんどん不法移民にも選挙区権与えましょうというね、うんうん、そんなね根性の議員、うん、日本にもいっぱいいるんですよ、うん、だからこれも早め早めにね法律で縛りかけていけない、ね、いやだからどうしてこんな、うん、そういうね移民政策を取ったり、うん、あるいは甘い難民引き入れみたいなね引き受けみたいな政策を取るとどうなるかっていう例がいい例が世界にいっぱいあるじゃないですか。そうですよ。なのにきちっとしたそれに備えた政策を一つもやらない自民党、
あるいは自民党だけじゃない、野党だってそうですよね、野党の方はもっと結託しているような節もありますからね。そうそう、野党は もっとひどいわけですけどね、甘いことを言って、まあ、かつ自分たちの利権にもつなげようと、はいはい、それをね、アメリカの場合だと、うん、共和党がしっかりね、うん、防波堤になっとるわけですよ、うんうん、だから共和党はトランプ氏をね、はい、こう大統領候補を選んでるわけですけど、うん、で日本にはね、その共和党に当たるね政党がないんですよね、うんうんうん、だからあの日本保守党あたりがどんどん力をつければ、ね、だから本当のいいんですけどね、本当の保守党がなくなっちゃったんですよね。だからあの、うん、安倍さんがね、首相の時にはかろうじてね、うん、保守の方にこう引き戻そうとしましたが、うん、ただ、うん、移民政策に関しては安倍さんもあの必ずしもね、うん、しっかり、まあ、そうですね、はっきりとした部分は打ち出せなかったです、ね、わけでも なかった、うん、で、まあ、与えられた条件の中でね、うん、安倍さんあの程度やむを得なかったと、まあ、弁護する人もいますけど、はい、うん、まあ、移民問題に関してはね、うん、安倍さんもっと踏ん張ってほしかったと思いますけども、だから安倍さんにしてもね、うん、そうだったと言うんだから、自民党全体としてね、うん、まあ、本当にもうスカスカですよね、この移民問題に関してね。いや、そうですね、ですからその自民党がどうなのか、うん、本当に変わってほしいということで今総裁選が行われてるんですが、はい、そう、ちょっとね、岸田さんがね、アメリカ行って何やっとんじゃみたいな話がありますんで、まずそれから進めていきたいと思います、千葉さん、10番よろしくお願いいたします。はい、吐き気しかない、あ、吐き気しかしない、岸田首相、アメリカで輪島塗りで日本酒を堪能の KY 姿に寄せられる怒りの声。アメリカ、ニューヨークで行われた日本政府主催のイベントに岸田首相が出席。しかし、そこで見せた振る舞いが物議を醸している。今年1月の能登半島地震で大きな被害を受けた石川県能登地方で作られた日本酒、輪島市の伝統工芸品である輪島塗りも紹介。来場者と輪島塗りの手記で日本酒を笑顔で試飲する場面もあったという。 SNS 上では輪島塗りの手記を手に笑顔で日本酒をたしなむ岸田首相の写真が拡散しており、 X やネット上では批判の声が相次いでいるのだ。能登が豪雨災害で大変な時に卒業旅行、岸田は輪島塗りを PR だそうで笑顔で記念写真。率直に言って吐き気しかしない。輪島塗りや日本酒の宣伝も大事だろう。でもこれが今日本の首相が最優先でやらなければならないことなんか。水も電気も断たれ孤立している集落もまだあるってのに、ここにいられる神経が普通にわからん。いや、本当におっしゃる通りですね。これ向こう行ってから1回だけ飛行機で着いた段階で1回 SNS やったのかな、それ以降全く無視ですね、うん、先生どう思われますか。これまた今回ね、うん、なんでわざわざ奥さんまで連れて行ったのか、全く意味わからないんですよね、うん、でまずワシントン行ってからこうニューヨークに、はい、飛んでね、うん、だから卒業夫婦旅行をしとるわけですけれども、うんうん、で国連演説ね、誰も聞いてません、はい、でそこでもね、また核廃絶のために、うん、この国際会合をね、うん、日本が主催するというようなことを約束して、うん、これ以前ね核廃絶のための国際賢人会議を設けるとか言ってね、まあ、そんなの過去に何万回開かれてるんですか、はい、うん、で案の定ね、うん、今広島で第1回目やりましたけど、はい、2022年かな、うん、何の成果も生まなかったんで、ついでに言うとですね、はい、一応外交的配慮とか称して、うん、ロシアと中国のね、うん、御用学者まで呼んできて、うん、で彼らは当然ね、悪いのはアメリカだと、うん、自分たちの核は正当化してね、一番ね、うん、もう笑えるのが、もう笑えるっていうか怒りのがね、はい、その広島賢人会議、核廃絶のための、はい、というのをやりました、ロシア代表もので、うんうん、翌年ロシアはね、その包括的核実験停止条約から脱退してるんですよ。全く何の意味もなかったっちゅうね、この会合が、うん、でもものすごいね、お金使っとるんですよ、うん、で今回もね、これ夫婦一緒にね、はい、こう旅行してね、うん、すごい金使っとるわけですけれども、うん、まあ、まさにね、まあ、輪島塗りをね、うん、アピールしたりとかね、はい、能登の方の日本酒をアピールする、うん、これは私はね、うん、認めますよ、うん、だけど、うん、
あのそんなも別に日本からも発信できるわけでね。まあ要するにね、あの、うん、まあ、遊びに行っとると夫婦でね。夫婦で行きたかったってことですか。うん、そうですね、で向こうでチヤホヤされたかったってことですか。うん、そうですね。島田先生は夫婦で旅行したりするんですか。あ、もちろん、あの、しません。しません。違う。ノーコメントですけどね。ええ。それはいかんの。いやいや、まあ別にいいでしょう。わかりました。勝手に言ってきてくれた、ええ。じゃあすいません。11番よろしくお願いします。はい。加賀先生注目。自分のような首脳外交をできる人がどれほどいるのか。岸田総理、首脳外交を思い出の地、ニューヨークで締めくくる。周囲に強烈な自負心を覗かせる。岸田総理が幼少期を過ごし、第二の故郷とも語るここニューヨーク。3年間の首脳外交を思い出の地で締めくくった。岸田総理はバイデン大統領の私邸に招かれる異例の待遇を受けた後、クアッド首脳会合の終わり際には拍手で送られた。また、ウクライナゼレンスキー大統領との会談では、これまでの支援に感謝するとして最高位の勲章を授与された。現在、自民党総裁選には9人が立候補しているが、岸田総理は周囲に対して、自分のような首脳外交をできる人がどれほどいるのかと語り、強烈な自負心を覗かせている。加賀先生です。勲章をもらって有頂天、能登豪雨被害者も国民もガン無視。あえて言う、岸田、お前は史上最低の総理だ。はい、僕はその通りだと思います。自民党をぶっ壊して、でその責任も取らずに夫婦で思い出旅行をやって、まあ、気持ちいいでしょうね、先生。まあそこはノーコメントしてもね。はい、じゃあ自分の金で行けよっていうね、夫婦で旅行してね、その通り、まずね、うん、まずね。いや、そしてね、今回は最後にね、うん、まあ、ゼレンスキー氏と会って、うん、はいはいはい、で継続的に日本はね、ウクライナ支援しますと約束しましたよね、うん、次の政権でもそうだって言いましたよね。そうですよ。で過去にね、もう、うん、1兆円以上もう支援、うん、もうあれは税金をね、はい、出しとるわけですよね、うん、出口戦略なんかも全く考えずにね、うん、それに対してこれ勲章をウクライナがもらったと、うん、俺も原価ね、500円ぐらいの勲章渡しといたら1兆円以上もらえるっちゅうね、10年で15兆払う約束してるんですよ。うん、いや、まあだからね、トランプ政権、うん、になった場合ね、トランプ陣営はとにかく停戦に持ち込むと言ってるんですが、はい、うん、これ戦略的にはね、うん、私は正しいと思ってますよ、はいはい、うん、あの戦争続く限り、まあ、一例だけ挙げておくとね、うん、北朝鮮の変な砲弾ですらロシア欲しいと、うんうんうん、見返りに北朝鮮にね、うん、石油天然ガス小麦なんか送っとると、はい、でそれで北朝鮮が余裕ができちゃって、うん、この人道支援をカードとした日本とのね、拉致問題交渉に応じてこないと、ね、 そうですね、うん、そういう点からもね、あの戦争というか停戦に持ち込んだら、ロシアはもう北朝鮮にね、何も物を渡す動機がなくなるんだから、うん、そういうね、全体像をね、トランプ陣営考えてるんですよ、うん、考えてはやっぱりウクライナ戦争ね、うん、もうトランプ政権が来年できるあたりで大体3年ですよね、うん、あの戦争始まって、はい、で朝鮮戦争なんかも3年1ヶ月で停戦なんですよ、うんうん、まあ、そういうのも全部考えた上での、ね、戦略なんですが、うん、この岸田氏だけじゃなくてね、うん、日本の政界全体がね、はい、ウクライナ侵略したロシアが悪いと、うん、でアメリカからもね、支援してくれと言われるから、うん、我々の税金出し続けましょうと、うん、そんな程度のことしか考えてないわけですよね、うん、で全くね、大戦略がないと、うん、論外ですね。おっしゃる通りでね、このね、自分のような首脳外交をできる人がどれだけいるかって、うん、こんな中国にペケペケしてね、アメリカのね、バイデン大統領にね、言われるがままにね、国民の税金をバンバンばらまいてね、恥ずかしげもなくね、アメリカの ATM になってるって批判されている、うん、そんなあんたのような首脳外交できる人がどれほどいるかっていませんよ、普通の感覚だったらね、うん、僕は本当に思います。それと先生が言われた大きな意味のね、外交戦略、これね、ゼレンスキー大統領にずっと日本はウクライナ支援やりますと、で次の政権もやりますって約束してるわけですよ。ところが先生言われたように、じゃあトランプ前大統領は今、選挙戦の演説会で何を言ってるかっつったら、バイデンがゼレンスキーと会って、ウクライナ軍が勝つまでにアメリカは支援すると言ったと、バカじゃねえかっつって、うん、
笑ってるわけですよ。蔑んだ笑いなんですよ。で、自分はすぐ即停戦させてみせる。これ日本はもう11月にね、もしかしたらトランプ氏が勝って来年1月トランプ政権が再度生まれるかもしれない。それなのにもうすでにトランプ政権、トランプ氏がやろうとしていることを岸田首相は全否定したわけですよ、うん、でしかも次になる総理まで縛ったわけですよね、これ日本はもうトランプ氏が大統領になったらアメリカと付き合わないって話になるんですよ、うん、これさっき言ったことにね、はい、今加賀さんおっしゃったことに、うん、付け加えるとね、はい、やっぱりね、外交戦略ね、優先順位をしっかりつけないといけないわけですよね、うん、例えばウクライナ支援がね、まあ、仮にね、はい、必要だとしましょう、うん、でこれはね、ヨーロッパ NATO 諸国の責任範囲でしょと、はい、ドイツフランスイギリスとかね、うん、あんたらが基本的に面倒見ろと、うん、であるいはね、このガザ地区の復興とかね、これもね、日本金出してくれと言われてるしね、これもフラフラ出してたらどんだけね、うん、税金取られるかわからない。だから そういう問題もね、うん、いやいや、これはですね、アラブ諸国とかね、うん、あるいはその一番悪いイランですからね、はいはい、イランから石油を買って、うん、そしてその事実上テロ資金をね供給している中国がね、うん、あんまガザ復興資金出せと。そうそうそう。で日本はですね、うん、台湾の抑止力強化、東アジアの大国としてね、うん、ここをね優先順位としてね、大いに財力もつぎ込みますと、うん、だからそのウクライナ問題をヨーロッパ諸国、うん、この中東問題をね、うん、今言ったような諸国が やりなさいと、うん、いうような優先順位つけてね主張しないとね、それ全くやってないんですよね。本当その通りだ。大体においてね言われるがままにね、海外に金ばらまいてね、国民生活、国民の被害、そういったものを無視してね、それで自分だけ勲章をもらってね、お酒飲んでね、俺みたいなね首脳外交できる人がどれほどいるかってね、うん、言っちゃう人って頭が狂ってると思いますね僕は。だから上川外相になってからもね、うん、彼女はまあ外務官僚の言いなりに、まあ、何も考えてませんから、うん、はいはい、中東行くたびにね、うん、パレスチナ側に支援出しますとか言ってね、うん、ヨルダン川西岸の今暫定統治機構ですよね、はいはい、そういうところに金出したりして、うん、あれハマスと対立してるからね、ガザ地区なんか立ち入れないんですよ、うん、そんなところに金渡してね、でパレスチナ暫定、統治機構、うん、まあ、アッバスが、はい、独裁者みたいにずっと居座ってますけど、うん、あれも腐敗しきってるっていうのはね、もう誰も知ってることでね、うん、でテロを起こしたような人間に対してね、うん、その家族にいろいろ報奨金出すとかもやっとるわけですよ。で我々の税金がそれに使われてるのにね、うん、行くたびにまた金を渡しとるわけですよね。その金をね、今おっしゃったように、うん、なんで能登の復興とかね、そう、使わないのだ、うん、でそれをまたね国会で問題にする政党がないっちゅうね、はあ、お話にならないですね。野党もどうしようもないな、うん、どうしようもないです、ね、ということで野党の話題にちょっと行きましょうか、はい、すいません、12番よろしくお願いいたします。はい、島田先生の X です。財務省に完全に洗脳された増税の野田が立民党党首に選出された。与党自民党がまともな総裁を選ばなければ日本経済は税の重みで潰れることになる。これね、本当に野田佳彦さんは、うん、その総理になる時、過程もそうだったし、なってから打ち出したいろんな案件ね、うんうん、もう含めてもう本当に財務省のね、うん、操り人形パペットって言われたぐらいですからね、先生これどういうふうに、うん、どういうふうに考えたらいいんですかこれ。まあ、野田はもうぼやーっと生きてきてね、うん、もう飽食で顔膨らんでね、うんこれね、いやいや普通 の人間の3倍ぐらいの顔してますけども、ね、野田恥ずかしいことに私同学年同学年同じ年なんですよ。同学年でね、そうそうそう、こんなばっかりなんですよね。岸田とかね、そうそうそう、岩谷武史とかね、そうそうそう。でね、この野田ね、はい、これ民主党政権の時に、うん、財務大臣もやってね、はい、その後首相になったわけですけれども、うんうんうん、完全に財務省に洗脳されてますね。そうそうそう。彼はだからあらゆるね、うん、増税に賛成してきて、うん、で消費税ね、うん、少なくとも 20%、 今 10% ですけど、はい、野田はね、うん、20% ぐらいまで上げるべきだと。
おいうことで、まあ、言ってきたら、うんうん、そして野田がね、幹事長に起用したね、あの男、うん、名前ど忘れしましたけど、うん、またあれな男ですけどね、うん、あれね、25% まで消費税上げるべきだと主張してきたやつですよ、はい、なんでそんなのわざわざね、幹事長に起用してるのか、もうこれね、財務省人事ですよね、だからね、うん、今もだからそうなんだよね、今もそう、今もね、だから自分たちで経済政策とか打ち立てることできないんですよ、うん、そう、幹事長、小川だったから、ああ、そうですね、小川ね、小川、あいつね、うん、あれ、消費税 25% を主張し続けてるんですよ、うん、あれも財務省に完全にね、うん、こう洗脳されてるんですよね、うん、だからね、ここにも私、この X に書きましたけど、はい、うん、この上ね、うん、自民党の方が、うん、石破なんかをね、うん、総理総裁にそれのことがあったら、はい、石破もあれ財務省いなりですからね、そうですね、うん、これはもうだから与党の第一党と野党第一党がね、両方ともトップが、うん、もう財務省の先兵ですからね、うん、とんでもないことになりますよ、これ両方ともあれなんですよね、野田氏も石破氏も朝鮮半島になんかひざまずいてるような態度しか取れない2人ですよね、うん、そこもね、まさに重要でね、うんうん、今韓国のユン・ソンニョル大統領がね、はい、もうあれ弾劾寸前ですよね、危ないですね、危ないですね、うん、で、なんでそうなのかっていうことは時間ないから言いませんけども、うん、はいはい、あと与党側のね、8人の議員がもうこれとんでもないっていうんで弾劾賛成したらね、うんうん、議会の3分の2終えてね、8人ですか、8人、そう、残りね、危ないな、残りも 8人がね、はい、まあ、そういう状況なんですよね、はい、そしてね、うん、ユン・ソンニョルが、まあ、うん、対日外交に関してはね、はい、まあまあ、常識的なことやってましたけども、うん、彼が弾劾で政権の座から追われた場合ね、うん、大統領選挙になりますけど、この最有力はね、野党の方のイ・ジェミョン、はい、これはもう新北朝鮮、うん、反日左翼ですよ、うん、でそんなんが出てきたらね、絶対にまた歴史問題蒸し返してくるんですよね、うんうん、その時に石破とか野田がね、歴史戦戦えるか、絶対戦えますね、こんなのね、うん、そうですね、おっしゃる通りですね、むしろ向こうに組みしちゃいますよね、組みしますね、ええ、もうあれだな、本当ひどいな、ということで15番よろしくお願いいたします。はい、自民党内で野田佳彦立民新代表への警戒感、石破氏言論の優雅、決して甘く見てはいけない。自民党内で立憲民主党の新代表に選ばれた野田佳彦元首相への警戒感が高まっている。野田氏は論客で知られ、野党の中では保守の立ち位置にあるためで、自民総裁選では各候補の衆院解散戦略や国会対応が改めて注目されそうだ。弁論の優だ。決して甘く見てはいけない。非常に手強い相手になる。総裁選に出馬している石破茂元幹事長は記者団にこう述べて表情を引き締めた。はい、もうね、でも大丈夫です。石破さんが総理になることはないんですからね、先生。まあ、分かりませんけどね、これは。というのは、もう自民党議員信用できないんでね、そうね、最後になるとね、どんな判断するかね、分からないと、うん、でね、これ、野田がね、これ、読売新聞の記事ですけどね、うん、はい、野田が論客で知られてるとか言いますけども、うん、野田、まあ、我々同学年ですが、はい、あいつも確かにね、声はよく通るんですよ。うんうん、でね、一見それらしいこと言うんですよね、うん、安倍さん勝ちっぱなしはないでしょうとね、はい、で、うん、この男口だけなんですよね、うん、なぜならね、党内の左翼と全然戦ってないんですよ、そう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 、だから戦う気概とか一切なくてね、うん、まあ、単に議員であり続けたら一中だけの男なんです、ね、いや、だからね、トラブルを避けていくタイプなんですよ、うん、そう、だから本当ふやけ切った男でね、無理ですよ、うん、で野党の中では保守の立ち位置とか言いますけどね、うん、これね、安倍さんがやった平和安全法制、ね、はいはいはい、うん、集団的自衛権の行使を一部認めるっていうね、僕当然の、うん、解釈ですけどね、当たり前のね、ものですね、あれ未だにね、うん、憲法違反だと言っとるんですよ、うん、どこが保守なんですか、こんな男ね、うん、そして皇位継承問題でも、はいはいはい、要するに女系の方に、ね、女系言ってるよね、いや野田がね、こう抵抗しとるからね、まとまらないと言っても一応、うん、まあ、そのまま野田押し切ってね、うん、本当は自民党が、うん、要するに男系男子続けるためにね、うん、旧皇族を
養子で戻すとか、はい、もう方向性出てるんだからね、うん、だから野田の抵抗なんか排するべきなんですが、うん、これだから石破なんかね、この言動見てると、はい、要するにそういう野田に対してね、うん、バシッと跳ねのける気概が石破自身もないってことですね。だから両方ともないんですよ。石破は幸い我々より1学年上でね。あ、そうか、よかった。あれ同学年でなくてよかったんですけどね。はい、うん、ということで最後にですね、このね、ちょっとやっぱりこれどうしようかなと思ったんですが、あえて取り上げておきます。すいません、18番よろしくお願いいたします。はい、青木治氏、劣等民族発言、 TBS 社長、放送番組以外の発言と回答せず、今後の起用にて。TBS テレビの劉鳳社長は記者会見で、報道番組サンデーモーニングでコメンテーターを務めるジャーナリスト青木治氏が動画投稿サイト YouTube の配信動画で、自民党支援者を劣等民族と表現したことについて、我々が放送する番組以外の発言だ、それに関してのコメントをこの場で申し上げるのは控えたいと述べ、直接的な回答を控えた。 TBS テレビの報道局長は青木氏の発言について報道で存じ上げていると述べ、対応については本人に直接話を聞いてからの判断になる、そういうプロセスにはまだ進んでいないと説明。他の番組での発言で真意を測りかねる、現代の会でそれをもって起用し続けるのかどうかは早急だと考えていると述べるにとどめた。青木氏について今後のキャスティングは未定だという。これ面白いですね。この、 TBS の報道局長は発言を知ってるけどその真意を測りかねるって言ってるんですけども、その発言って自民党支援者は劣等民族って言って、これ真意を測りかねるって、これこうこうこの言葉を聞いて真意がわからないという人はバカですね。この青木入りっていうね、うん、元共同通信の記者ですか、はい、私、はい、会ったこともないしね、うん、彼の発言なるものも私、うん、こういう番組一切見ないんでね、うん、断片的に聞くだけですけれども、はい、まあ、こうだから五流のね、こんなコメンテーターを使っとる、うん、TBS そのものが おかしいんですよね、うんうんうん、で報道局長がどうこうとか こいつらもグルでね、要するに五流の連中ですよ。で TBS というとここにも出てる山口紀之氏とかね、はいはいはい、非常に優秀なジャーナリストもいましたけど、うん、そういう人はね早々に追い出されると、うん、だからまあ、テレビ局もねこういうところはまあもう潰れていってもらわないといけないってことですよね。いよいよここから先は、明日投開票を迎える、勝負、自民党総裁選前日スペシャルとして、皆さんの知らないこともぶちまけていきたいと思います。18時10分までメンバー以外の方も、無料でご視聴いただけます。出演者紹介です。私司会の加賀光栄です。そして、この番組のご意見番、福井県立大学名誉教授島田雄一先生です。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして我が番組の、女神タレントの千葉玲子さんです。千葉さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、告知よろしくお願いします。はい、文化人放送局からお知らせです。文化人独自取材、不可解な謎が残る安倍元総理銃撃事件ドキュメンタリー映像が発売中です。配信はダイヤモンドクラブになります。有料会員の方は無料で視聴できます。ぜひ概要欄からご登録ください。そして長尾隆さん、国政復帰への応援活動もスタートいたしました。また番組制作応援募金もお願いします。詳しくは概要欄をご確認ください。今日のヘッドラインです。いよいよ明日投開票、高市、石破、小泉の競り合い。鍵を握る議員票、高市氏は報道より大幅アップ。激しい高市下げ、靖国参拝を指揮者3人が徹底批判。石破氏が党員買収、全く報道しないメディアに呆れ。進次郎氏、麻生副総裁に土下座、古い自民党との決別はでたらめ。はい、ありがとうございます。先生、いよいよ明日投開票ということで、うん、はい、もうとにかくその各陣営はですね、うん、まあ
大体、石破さん、小泉さん、高市さん、この3人の競り合いになるというのは大方の見方で、そして、今小泉さんがちょっと危ないということで、小泉陣営が必死に、国会議員票の剥ぎ取りをやっていると、つまり他の陣営についている国会議員をこちらにつけようということで、強引ないろんな裏の動きをしていると。でそういうこともあって、今自民党議員の、携帯電話はずっと鳴りっぱなしになってますというような状況の中で、先生現状はどういうふうにご覧になりますか。はっきり言ってね、分かりませんね、だ今おっしゃったあの3人、はい、のうち、まあ、誰がリードしてるっていうね、これ結構、まあ、あの政治の専門家の間でもね、意見割れてますよね、で名前言いませんけど、ね、はい、まあ、明らかに特定の陣営の、まあ、応援をしているような、まあ、ジャーナリストの方たちにも おられるわけでね、はい、これはやっぱり自分たちの発言が何らかの影響力を持つというのを見込んだ上でね、支持する、候補がリードしてるんだと、はい、まあ、ちょっとあの下駄を剥がしてね、言っておられるような面もあるかなと思うんでね、まあ、それはあの、重要なイベントですから、そういう姿勢も分かるんですけどね、だから私としてはね、予測はこれできないなという感じです ね。ですから本当にね、投票するまで何が起こるか分からないぐらい、本当に水面下では大変なことが起こってるっていうことは皆さんもねご理解してくださいということで、まず19番よろしくお願いいたします。はい、加賀先生注目、自民総裁選迫る投開票、石破、高市、小泉氏競り合い、上位2人による決選投票の見通し。読売新聞社の情勢調査では、石破茂元幹事長と高市早苗経済安全保障相、小泉進次郎元環境相が激しく競り合う構図が続いている。総裁選は国会議員票368票と同数の党員、党友票の計736票で争われる。決選投票は議員票368票に加え、各都道府県で党員、党友票の得票が多い候補に1票ずつ47票が割り振られ、計415票で競う。加賀先生です。永田町前自民党議員が大慌て。氷点同地の事態に突入している。某大物自民党議員が 90% 高市の逆転勝利だと電話してきた、はい、ということなんですが、先生が、先ほど言ったように何が起こるかわからないということをまず、あの前提条件として、昨日ですね、こういう電話がかかってきました、本当に明らかに状況が変わったという流れの中で何を言ってるかというと、とにかく小泉進次郎氏はもうダメだと、もう落ちてると。だから逆に言うと、小泉陣営はパニックになって何とか頼むと、1回目の投票でとにかく2位に入んないといけないんだということで、もう必死の作業が始まってると、だけれども国会議員は勝ち馬に乗ろうとしてると、負けるところにはもう行きたくないというようなことで、いろんな形でいろんな塊が高市ということで動き出したと。でその大きな節目というかね、象徴的になったのは、小泉氏が麻生さんとこ訪ねて行って、麻生さんと面会して助けてくださいというようなことをやったと。つまりもうそこまでもう自分で負けを認めたようなね話なんだと。で麻生さんが菅前総理、対立している菅前総理が支える小泉進次郎に、行くはずがないと。事実その小泉進次郎氏が麻生さんと会ったというこの事実は最初は伏せとくということになってたけれども、これを麻生陣営がリークして、そんな甘いもんじゃないっていうふうなお仕置きをしたということで、一気にもうこれは石破氏と高市さんの戦いだということで、
高市氏の方に行っているという動きなんですね。先生はどう思われますか。うん、今この現在もね、うん、はい、各陣営がいろいろ動いてて、うん、さっきのちらっとニュース見ただけでもね、うん、小泉氏が二階さんと会ったとかね、うんうん、石破氏が、まあ、麻生氏と会ったとか、まあ、いろいろ、うん、はい、最後のせめぎ合いがあるわけですけれども、うんうん、これ小泉氏がね脱落したと言えるのかどうか、私独自のデータ持ってないんでね、はい、分かりませんが、まあ、昨日ね、うんうん、BS 富士のプライムニュースっていうね、はい、まあ、普段見ないんだけど一応旧候補を出ると、うん、で高市さんの、まあ、ブレーンやってる人からね、うんうん、まあ、これ、まあ、外交問題に関して、まあ、あんたの意見聞かせてくれということで、まあ、アドバイスとかそう大げさなことじゃなくてね、うん、あんたどう思うかっていう、まあ、前日に聞かれたこともあったんで、うん、はい、ちょっと1時間弱ぐらい見たんですけどね、うんうん、私の印象では小泉氏ね、うん、中身をねきちんとこの政策的に判断するね、うん、知識とか持たずに聞いてる分にはね、うん、非常にこう卒がないしね、うん、爽やかな印象を与えるような格好で受け答えしてるんでね、うん、明らかに小泉氏の方が、うん、石破高市より選挙の顔になるなと思う議員がね、うん、かなり出ても全然不思議じゃないなと思ったんで、うんうん、まあ、今自民党議員たちの頭にあるのはとにかく自分の選挙に勝つってことなんでね、そこなんですよ、そこなんですよ、うん、だから高市さんの場合昨日もね、うん、自分、まあ、首相になったらいつとははっきり言わないけれども靖国神社に行きますと問題になってますよね、焦点になってますよね。 そうで、それに対してね、うん、やっぱり公明党が、うん、高市をやめてくれと、うん、中国と揉めるっていうことでね、うん、でやっぱり公明党票欲しい議員が多いんでね、そうですね、まあ、その辺もどう左右するか、うん、ちょっと読めないなっていうね、うん、感じなんですけどね、うん、そうなんですよ。ですから、投票直前まで何が起こるか本当に今分からなくなってるっていうのが永田町の全自民党議員たちの状況だということです、うん、ただ僕の方に電話かけてきた人もなかなかの大物で間違えることはない人だと思いますが、それは昨日電話かけてくれた時点の話かもしれないし、うん、まあ、こっからね、それこそアメリカの大統領選挙のようなバイデンジャンプね、うん、的なことだって起こらないとは限らないですからね、うん、そして決選投票に関してはね、うん、まあ、1回目の投票も議員票はそうですが無記名なんでね、うんうん、そうなんだね、だからね、二股三つまたかけてね、うんうん、だから石破陣営、小泉陣営、高市陣営から、うん、もう決選投票を入れてくれよと、うん、入れてくれたら、うん、何々大臣とか副大臣したるからと言われた、うんうん、分かりましたと、うん、それと3つぐらい3つの陣営に、ね、分かりましたと答えてるやつも結構いるでしょうからね、うん、ちょっと読めないですね、その辺ね、そうですね、ただね、うん、その選挙のための総裁を選ぶっていうのが、僕はずっとまあ、その通りなんですけれども、うん、だけれどもそうではなくて日本国にとっての総理を、ね、総裁イコール総理を選ぶんだっていう、もうちょっとね、日本自分の、ね、議員生命がね、議員バッジが外れるか外れないかっていうことじゃなくて、本来だったらもうちょっとね、日本国としてどうなんだっていうところをやっぱり持っていただきたいんですよね、僕はね、うん、だから経済のね、うん、保守的な立場から活性化考えるんだったら、はい、減税規制改革を通じたね、うんうん、経済の、まあ、活性化によって、はい、それによって自然増資も生まれるというね、うん、これ保守の、まあ、本流の考え方ですよね、うん、そうですね、ところが財務省の増税路線にね、うん、迎合するような議員が多いというのが、まあ、実態 で、うんうん、で石破氏なんかはもう患者さん乗っ取るわけですけれども、うん、だから表面見えないけれども、うん、財務省とかね、あるいは公明党なんかもいろんなこう各議員にプレッシャーかけとるんでね、はい、その辺も最後にね、もう接戦になった場合ね、うん、決定する票になる可能性ありますからね、まあ、それとあれなんですよね本当に国家のためを考えてって言ってても、実は過去に某陣営の誰かからいろんなことで助けてもらったとか、貸し借りがあるとか、うん、あるいは今度は、役所の方がですね、実は財務省っていうのは国税抱えてますから、
ものすごい情報収集力があって、ね、政治特に政治家のスキャンダルとかね、うん、表に出てないことも実はみんな知ってるわけですよね、うん、でそういうものを今回フル動員して、いろんな形でね、お前分かってんだろうなってやってるっていう話も聞くんですよね。いや財務省はね、高市組織の立場でしょうかね、高市さんは積極財政ってことを言ってるんでね、減税まで言ってないっていうところが物足りないんですけれども、でも財務省としては一番ありがたくない候補でね。そうですね、やっぱそういう財務省からのいろんな脅し透かしね、こういうのもやっぱ議員票に影響を与えるでしょうね。そうですね。だから財務省でしょ、うん、公明党でしょ、中国でしょ、北朝鮮でしょ、みんな高市さんにはさせたくないわけじゃないですか、これは大きな高市包囲網ですよね。そうですね、だから決選投票に、ね、なった時に、まず高市さんがね、決選投票残れるかどうかも、私分からないと思ってるんですけど、ちょっと前にね、高市陣営のまさに中枢にいる人、から、まあ、名前言いませんけどもね、聞いたところでは、高市さん3位になるかもしれないという危機感をね、吐露しておられたんでね、なるほど、ちょっとわからないですね、これね、はい、ということで20番よろしくお願いします。はい、高取修一議員 X です。9月22日のポスト、高市さんの議員票は30ではない、ずっと多いがそれ以上は伏せておきます、今に見ておれということです。はい、21番も続けてお願いします。はい、高市氏他陣営も郵送主張を維持、自民総裁選の政策リーフレット候補名の言及は避ける、自民党総裁選に立候補している高市早苗経済安全保障担当相は24日の記者会見で、政策リーフレットを郵送したのは自分だけではないとの主張を維持した、事実かどうかを問われ嘘は言っていないと述べた、具体的にどの候補が郵送したかについては総裁選を泥仕合にしたくないと重ねて言及を避けた。先生はどう思われますか。まあ、そもそもね、政策リーフレットを送ることにね、何の問題があるのと、それを送ってもらってね、判断すればいいんでね、でよくそのリーフレット、高市さんだけから来たりすると、要するにそもそも私が党員になったね、それを指図して動かしたうちの先生が高市さん支持してるからこう来るのかなと、誤解してですね、高市と書く人が出るんじゃないかとかね、一体どんなレベルの人間を党員にしてるんだという話ですけれども、そうですね、いやこの問題はもう最初の段階で一度、戦艦にかかって、そしても一応口頭でね、誤解を受けるなってことで終わってる話なんですよ、一度終わったものを今度は岸田首相が最初に出てきて、口頭で注意しただけでいいのかと、もっと違う対応を考えろって、首相がわざわざ出てきて、総裁が出てきて茶々を入れたところでぐちゃぐちゃになってるわけですよ、でね、他の人たちがねやってたっていうね、この番組でもいろんなところを出してると思いますが、ちょっと写真ありますんで見てください。石破さんは僕らの一つ上でしたっけ、違うか、そっか、石破さんもねやってたということだし、これ河野太郎さんもやってましたよね、確かね、もう何人もやってるんですよ、茂木さんだって言ってたしね、でこれは相沢一郎ね、今回の選挙管理委員長の名前でですね、こういうリーフレットとか出さないようにと、その党員の判断に影響を与えたらいけないからとかね、判断に影響を与えたらいけないってどういう意味か分かんないんだけど、で相沢なんていう人は全くね、力ないわけで、結局裏で動いてるのはね、あれですよね、今の総務会長とか、その辺ですよね、森山さん、で、それからね、都会政調会長、これ本来ね、いろいろもっとこう前に出てね、公正公平に選挙を行えるように仕切らないといけないんだけど、
都会という人は何の存在感もないと、うん、いうこと で森山氏はもう明確にね、はい、高市を阻止したいわけでね、うん、そういう人が差配してね、うん、この問題が起こっていると、うん、まあだけどまああの今やまあ済んだ話でしょうけどねこれ、うん、そうそうそう、いやだからね後になって、うん、高市さんがあの伸びてきてるとこれじゃまずいっていうことで総裁首相が岸田首相がしゃしゃり出てきて言ったところからグダグダになってるわけですよ、うん、でそういうような総裁がいるような古い自民党を変えなきゃいけないって言って今総裁選やってんだから、うん、そんなね首相がのこのこ出てきてね俺は偉いんだみたいなね、うん、口出すこと自体が僕は間違いだと思うんですよ、うん、ということでちょっと次行きましょうね。それでやっぱ我らが友人の、うん、石破茂さん25番よろしくお願いいたします。はい、加賀先生注目門田隆翔さん X、 石破茂氏の大阪での自民党員への高級中華料理店招待が波紋を呼んでいる。 LINE のやり取りまで流出し、これ完全な買収工作で公選法適用なら逮捕でしょう。全く問題ない高市さんの政策報告書を批判していたが、これをどう説明するのかとの怒りも当然。加賀先生です。これは 100% 党員買収違法行為、違反行為だ。一方で岸田自民党は何が何でも高市潰し、狂ってる。はい、これ先生、有名な中華料理屋さんで、あ、これですね、これ。体制閣、うん、そして、読み上げますと18日19時30分から石破先生の決起大会をします。石破先生は最終の新幹線で帰るので8時45分ぐらいまで頃までになりますのでよろしくお願いします。一応立食にして8テーブル料理こんな感じになっています。ありがとうございます。石破先生が満足いく会場にしていきましょう。明日は予約はいらないので突然来ても大丈夫ですよ。石破先生の顔を見て激励してあげてくださいね。どう思われます先生。あの、まあ、門田さんがね、うん、問題しておられる、うん、これは平正明っていうね、うん、あのまあ、いい加減な議員が、うん、ごまぐれで動いてたということなんですが、はい、うん、まあ、だけど、まあ、基本的にまあ小さな話なんですよねこれもね、うんうん、でまあ、門田さんあの高市さん の、 あの、まあ、応援熱心にやってこられて、ね、はい、うん、まあ、正しいんですよね、うん、高市が政策的には、うん、あの一番いいんですけど、うん、ただ、まあ、あのこの次元の話でね、うん、じゃ あ、 あの、票が動くか、うん、あれ問題にしたから票が逆に動くかとかね、うん、いうことも多分ないだろうからね、うん、まあ、あの一つの小さな、まあ、ジャブみたいなものでしょうね、うん、いや先生わかりませんよ、うん、ここに出ている小籠包、うん、これを食べて、ええ、先生に票を入れようって言って、うん、自民党員党友もいるかもしれない、うん、当日ただでいいって言ってるんですから、ええ、ね、小さな話ですけど、うん、つまり僕が言いたいのは高橋さんのリーフレットを問題にするんだったらじゃあこういうものをちゃんと問題にしろよと口頭注意をやれよと、うん、いうことなんですね、まあ、それはそうなんですよ、うん、だからあの選挙管理委員会ね、はい、が全くこれこういうこれ、ないんですね、これ同じことをね高市氏がやってたらね、うん、警告とかやってたでしょうからね、うんうん、だから公正な運営してると見えないのは明らかですけどね、はい、そしてですね次の問題は実はこの番組でね先生がずっと、問題視していた、拉致問題の、うん、ブルーリボンバッジに関する、問題になります。26番よろしくお願いします。はい、加賀先生注目自民党総裁選石破茂氏がブルーリボンバッジ着用を開始、選対幹部から進言、告示日未着用。石破茂元幹事長が北朝鮮拉致被害者の救出に向けた意思表示であるブルーリボンバッジを14日から着用し始めた。12日の告示日と13日は未着用だった。石破氏は産経新聞の取材に選対幹部から着用すれば北朝鮮への強いメッセージになると進言があったなどと説明した。石破氏はブルーリボンバッジの意味合いについては、拉致被害者の一日も早い救出を願う国民の思いを一つにして、
被害者のご家族と共にあることを示すための重要なシンボルであると考えている。一方、総裁選後も着用を続けるかどうかは、日本国民の拉致問題解決に対する強い思いを北朝鮮に知らしめるのに良い機会となる場合には着用するなど、適宜適切に考えていきたいと答えた。加賀先生、とうとう正体がバレた。イセバは北朝鮮の手先、日本国民の敵だ。はい、ちょっとね、厳しく言いましたけれども、このね、記事の中身もひどいなと思うんですが、ブルーリボンバッジ、それを選対幹部から着用すれば北朝鮮への強いメッセージになると進言があったと説明、つまり、これ進言があってなければつけないってことですよね。と同時に、こういうふうなことも自分は思ってなかったっていうようなニュアンスじゃないですか。で、しかも総裁選後も着用続けるかどうかは考えるっつってんですよ。これどう思われますか、先生。これは石破氏の場合、経緯があってね、小泉第一次訪朝の時、彼、拉致議連会長だったんですよ。で、ところがね、その後、まあ、寝返ってね、その経緯は省略しますけれども、朝鮮総連とべったりの日朝議連のね、まあ、活動的な幹部に なっとるわけですよ。ちょっと待ってください。拉致議連から日朝議連に行ってんですか？もうとんでもないね。180度違うじゃないですか。180度寝返りですよ。で、日朝議連の方に寄っていったからね、朝鮮総連の反発を買うブルーリボンバッジを外したんですよ。彼の場合は意図的に外したんですよ。それを最近になってね、選挙向けに、アリバイ工作としてつけとると。だからこう全くね、ひまあ、どいな。私も副会、副会長でもあるってね、石破なんかつけるなとは言いませんけれどもね、まあ、今言ったような経緯がある人物なんで、拉致問題に関して全く信用できません、北朝鮮側のね、人間で、だから、まあ、横田めぐみさんはじめね、みんなも亡くなったということで、済ませてね、日朝国交を正常化と称して、こういろいろ利権を得たいというね、そういう立場の人間ですよね。なるほどな。だとしたらあれですね、むしろ国民のね、拉致された横田めぐみさんも含めて、早くね、帰ってきてほしいっていう、そういう純粋な思いが込められたブルーリボンバッジ、そのブルーリボンバッジを、なんか、汚れた石破茂なんかに逆にしてほしくないですね、これはね。まあ、加賀さんがそうおっしゃるのはね、もうガンガン言ってもらいたいんですが、ついでに言うとね、河野太郎ね、あれもブルーリボンバッジつけないんですそうでが、すね。彼はね、なんでつけないのと聞かれてね、自分はアトピーなんで、金属製のものを触ったりできないんだというふうに言っとるんですよ。だから、まあ、それは別につけてもらわなくて結構なんだけど、彼の場合も本音はね、要するに北朝鮮とか中国に気を使ってね、まあ、つけないんですよね。だけど、そんな連中が、このね、日本を取り巻く国際環境が危機的になっている。アメリカは、まあ、ここでね、先生はいつも警告出してますけれども、アメリカの大統領選挙11月、そこに向けてアメリカも大混乱だと、政治空白を狙って中国および北朝鮮、まあ、ロシアも含めて動くかもしれんと、バカなことやるかもしれないと、それぐらい危機的になってるんだというところで、そういう中国だったり北朝鮮に日本としてきちっと対峙していって、バカなことやめろぐらいなことを言えるような人間でなければ総理は無理なんですよね。だとしたら、もうこの2人をもう総理の資格ないってことじゃないですか。まあ、もう当然そうなんですけどね。ただ選ぶのが自民党議員、プラス一体誰がなってるのか分からない自民党の党員なんでね。まあ、私、ついでに言うとね、党員の中にはね、これも中国人とか入ってる可能性もあるわけですしね。そうなんですよ。だし、そんなね、正体不明の人たちがね、この投票全体の半分の力を持っていると。これは非常に問題なんでね。だからやっぱり議員だけに限ってね、そして記名投票で、どの議員が誰に入れたか分かるようにね、本来そうですね。議員であればね、それをきちんと説明責任を含めて、私はこの人に入れましたっていうはっきり見える形でね、やるのは当たり前でしょ。それが嫌だっちゅうんだったらね、まあ、国会議員は資格ないんでね。そうですね。だから議員だけに限ってね、記名投票で
決めるべきですね、これ。そうですね。はい、そしてまたちょっと驚きのあれなんですが、27番よろしくお願いします。はい、岸田路線継承し成長と分配の好循環を自民石破氏が経済政策で会見。自民党の石破茂元幹事長は国会内で記者会見を開き、党総裁選で掲げている経済政策について説明した。岸田首相が進めてきた成長と分配の好循環をさらに力強く確実なものにしていくと述べ、岸田路線の継承を明確にした。一時言及していた金融所得課税について問われ、今の貯蓄から投資へという流れは一層加速させていくと語った。先生、これどう思われますか？突然今度は、岸田路線全てを継承していくと、岸田路線を継承していくと、うん、突然言ったんですが、岸田路線継承というのは要するに財務省言いなりになりますと、はい、いうこと、うん、それからまあ、岸田氏周辺の票が欲しいんでね、結局そういうことですよね、まあ、迎合してるんでしょうけど、うん、でここにもちょっと出てきたね、うん、金融所得課税とかね、はいはいはい、言っとるわけですけれども、うん、論外ですよね今ね、うん、せっかくデフレから、脱却という、うん、ちょっとね、うん、諸行が見えてきた時にね、増税するっていうね、うん、このそのことを口に出すっていう感覚自体ね、うん、あんま話にならないんでね、うん、だから彼はさっき取り上げた、うん、北朝鮮問題、はい、でもね、うん、もう寝返り裏切りの歴史を重ねてるわけですが、うん、財政問題でもね、うん、まあ、これはまあ一貫して財務省べったりとも言えるんですが、はい、あとまあついでに出てくるのかもしれませんが、うん、自衛隊の OB なんかがね、はいはいはい、一致してね、石破氏は一番信用できないと言ってるわけですね。本当そうですね。結局、うん、自分の保身のために、うん、部下を、まあ、売るというかね、うん、そういうことを防衛大臣の時に、うん、これもまあ重ねてきたということで、まあ、とにかく全面的にね、信用できる要素全くないんですよね。全くないんですよ、ね、珍しいですね、ここまで信用できない人間ね、うん、いや、それとね、僕はね、突然昨日だと思うんですけど、これね、記者会見突然開いて、とにかく岸田路線の継承ってことをや言ったわけですよ、うん、でこれ水面下でね、実は岸田首相の懐刀と言われている木原誠二氏とかね、あの辺から岸田のね票欲しいんだったら岸田路線を継承すると、うん、岸田のことを全部褒めたたえると、そういうことを言えと、いうようなことを随分なんか、こう水面下であったみたいなんですよ、でさらに岸田首相がアメリカにいるときに、アメリカに帰る寸前に、そのさっきね、俺みたいなすごい首脳外交できるやつなんているのかって自慢話を周囲に言って、うん、そして記者会、インタビューを受けたときに、この総裁選9人の候補のことを聞かれて、うん、誰が私のね、政治姿勢、路線を、ちゃんと継ぐか、それを見極めたいってちゃんとメッセージ出してるんですよ。それを受けてこの記者会見なんですよ。だからもう岸田さんが支持率低迷して、史上最低の支持率 でしかも自民党もガタガタにして、俗に言われるパーティー券の不記載問題、裏金問題、うん、これの処分もデタラメで、自分の派閥にそういう事件があったのにトップとして責任取らない、さらに自民党総裁としても責任取らない、だから国民の怒りが爆発して何やってんだってことになって、うん、結局でも本人は辞めたくなかったけど麻生さんに蹴飛ばされて責任取るっつってこうなったわけじゃないですか。それを全てをもう一度自民党を再生させるために変えなきゃいけないっていうのを今回の総裁選の大きな目的じゃないですか。それを全部その時ね、石破さんなんてね、岸田さんのことボロクソ言ってたんですよ。それなのにここに来たら岸田路線を全部全て継承する、これね、自分って言って自分で恥ずかしくないんですかって僕は思っちゃうんですが、先生どうでしょう。
それが一番なんですよね。ちょっとあれですね、じゃあ、あの、うん、すぐあの前言をコロコロ変えるっていうのを石張るというかね、なんかそういう造語で流行らせた方がいいかもしれないですね、うん、そうね、ちょっとね、まあ、さっきの話に若干戻りますけどね、はい、拉致問題でもね、うん、安倍さんが現職首相でね、はい、安倍さんと石破が争った、うん、あの総裁選ありましたね、 ありましたね、あの時もね、うん、この会見の場で石破氏がね、うん、いや、この北朝鮮側のね、うん、拉致被害者がどうなってるかという言い分にもね、理解を示さないといけないと、うん、安倍さん、もしね、うん、そのほとんどの人たちがこう死んでると、うん、いうことになった時どう責任取るんですかと、とんでもない質問したんですよ。で、安倍さんが、うん、責任を取るのは北朝鮮側ですよと、うんうん、ファクトがわからない以上ね、うん、全員生存を前提に、うん、帰還を求めるっていうのが当たり前じゃないですかと、うん、だ石破っていうのはね、そういうわけのわからんね、うん、これも要するに北朝鮮に寄り添うという意味ではね、うん、彼一貫しとるんですけれどもね、うん、まあ、そういう、だからそもそもね、うん、彼がこの上位3人に残ってるっていうのはね、ちょっとまあ理解のほかですけど、いやー、それがよくわからないんですよ。全てのメディア各紙がとりあえずは党員党友の、世論調査というか電話調査をやると、うん、とにかく1番は石破さんじゃないですか、うん、で 2番が今高橋さんになって3番が小泉氏になってるわけですけども、うん、まあ、これが直前まで、数日1週間前までは、石破小泉高市だったわけですが、うん、でも石破氏のトップは変わらないわけですよね。これどうしてですかね、うん、これはね、理解できませんね。できませんよね。この番組でもずっと言ってる七不思議ですよね。まともなね、はい、男はね、うん、石破なんだこいつはと、うん、でまともな女性はね、うん、生理的なことを含めて石破は論外だと、うん、感じるとね、まあ、言われてきてるわけでね、うん、いたどまあ、利権でね、うん、まあ、彼が政調会長とかの時にね、はい、この全国を暗記して、うん、いろんなこう約束をしたりしそうでね、うんうんうん、でまあ、そういう利権からね、うん、石破さんならこう公共事業をもっと増やしていくんじゃないかとか、うん、まあ、そういう、まあ、彼約束にね、うん、まあ、乗ってる人たちが いるのか知れませんが、うんうん、まあ、それあるいはね、うん、一般的な世論調査で、うん、野党の支持者たちがね、うん、自民党の、まあ、総裁候補の中では石破が一番ね野党に近いと言うんで石破だというのはこれは分かるんですよね、はい、だから自民党員で石破がね、うん、この支持が多いと仮にすればね、はい、これちょっと理解できないですよね、まあ、利権で説明する以外ね。そうです、これやっぱり千葉さんにもちょっと意見を聞いてください。千葉さん、千葉さんがとにかく、はい、アンケート調査すると一番になるというこの現象を理解できますか？できないですね。で、女性っていう言葉はあまり使いたくないですけど、うん、はい、女性としても全然わからないですね、良さが、うんうん、謎です。良さがわからない、先生方の話聞いてても全然わからないですよね。その良さがわからないっていうことは、うん、ひどいっていうところがわかるってことですよね。そういうことですね。だから進次郎なんとか頑張ってくれって祈ってるんですけどね、うん、逆にね、石破氏と小泉氏の戦いだとまだ小泉氏の方がいいってことですね。はい、決選投票は進次郎がなんとか頑張って上がってほしいです、うんうん、それは見た目も含めてですか？見た目もそうですけど、うん、人間的にも進次郎の方が可愛いじゃないですか。そうですね。と思いません、先生？うん、そうですね、この進次郎氏、確かにね、はい、さっきもちょっと言いましたけど、うん、候補者討論会とか見ててもね、うん、まあ、何を聞かれてもね、うん、やっぱりそつなくね、うん、爽やかに応答するんですよね。いや、それなんか、うん、カマラ・ハリスじゃないけれども ABC テレビの討論会じゃないけれども、うん、ある程度の質問項目を予想した上で答えを作って、頭に入れてきてるんじゃないですか、うん、これね、私、まあ、そういう要素もあるんですよね、はい、私の印象では、うん、カマラ・ハリスよりもね、うん、進次郎氏の方が質問さばく能力上ですね、うん、結構対立してる他の候補からもね、うんうん、まあ、一応若干嫌なところをついてきてもね、うんうん、これうまくね、うん、そのだから表面的に見てる限りはね、うんうん、まさにそつなくということは少し成長したんですかね、うん、
成長したということも言えると思います、ね、この流れの中でね、だって出馬会見からの流れがボロボロだったじゃないですか。喋、うん、れば喋るほどみんなが言いちゃうっていうね、そうただネットの世界なんかではね、うん、進次郎はまあアホだとかね、うん、進次郎公文がどうこうとか やってますけれどもね、うんうんはい、そのある部分を切り取ってね、うん、増幅すればそうかもしれませんけれども、うんうん、私現に昨日ね、まあ、BS 富士のね、はい、討論見ててもね、うん、これは本当に達者にね、うんまあ、中身ある内容関係なしにね、うん、達者にこなしてるので、そして悪い印象を与えない感じね。そこあるんだよね、うん、だからね、うん、彼が、うん選挙の顔になるなと、うん、考える自民党議員が多くてもね、うん、これも全然不思議じゃない、と思いましたね。そしてね、うん43歳してはね、はいうん、そういう受け答え、うん、中身は別ですよ、うん、政策のね中身とんでもないこと、エネルギー政策とかね、まあ、論外なんだけれども、はい、だけどこの巧みにね、うまく質問とかね、はい、交わす能力はカマラ・ハリスなんかよりよっぽど上ですしね、で、まあ、小林鷹之氏、はい若いと言われてるけど、うん、彼もうすぐ50歳ね、うん小林氏とね、小泉進次郎氏比べてるとね、はい、やっぱりね、明らかに進次郎氏の方がね、うん、花があるんですよね、うん。うん。という意味でね、全く侮れないと思いますよ。やっぱりあれか、イケメンは強いってことですか。まあ、イケメンと言えるのかどうかね、はい、これ、ノーコメントですけれどもね。ライバルだと思ってるでしょ。あ、違う。いや、全くそれは思ってない。そんなことないですよね。ということで、どうしましょうこれ。じゃあ僕はちょっと厳しめな問題を指摘してるんですが、その小泉進次郎さんのテーマに行きます。28番よろしくお願いします。はい、加賀先生注目、小泉進次郎氏、麻生副総裁と面会、力を貸してください、うん、自民党総裁選に出馬している小泉進次郎元環境省は24日麻生派会長の麻生太郎副総裁と東京都内で約30分面会し、議員票の上積みへ力を貸してくださいと支援を求めた。関係者が明らかにした。麻生派には衆参両院議員計54人が所属しており、議員票の比重が高い決選投票で勝敗の鍵を握る可能性が高い。はい、加賀先生です。中学生以下君。結局麻生に土下座、進次郎氏出馬表明宣言、古い自民党との決別はデタラメ、大嘘ですか。はい、ちょっとね厳しくやりましたけれども、僕が厳しくやったのはやはり、先生が BS の番組では受け答えしっかりしてたということですが、その前の、受け答えでカナダの G7 行ったら何を主張するかって言った時に、トルドー大統領が出馬したのが43歳、自分が出馬したのが43歳、同じ年齢だから若い、あれで胸襟開いてどうこうっていうわけわかんないこと言った、拉致問題どうするんだって言ったら、金正恩も若い世代だと、自分も若い世代だと、でしかも父親同士が会っている、だから話し合いができるっていう、またこれもわけわかんない。それと、大学の奨学金で返済で大変だというような質問を受けたら、大学行かないことだって選択肢だと言った、全く質問に答えていない。こういった流れの中で僕はちょっとね、質問の意味をきっちり頭の中に入れて正確に答えるっていうようなことがね、できない人なんじゃないですかっていうふうな疑問が持ちました。それで非常に厳しく言いました。ただし結局ね、古い出馬会見で言った最大のあれは聖域なき規制改革ということで、労働規制の緩和、金銭解雇ということを言った、これが大きな目玉ですって言った。ところがその後いろんな人から、討論で批判されるとそれを引っ込めた。でさらに、古い自民党とも決別するって言った。でも結局菅さんにお世話になり、そして最後は派閥の長として票を動かしてくださいくださいということで麻生さんのところまで行ったということで、そういう古い自民党との決別はデタラメなんじゃないですかということを僕は申し上げました。先生どう思われますか。その内容に即して言えばね、うんうん、今加賀さんおっしゃった通りなんですが、はい、うん、やっぱり、ね、爽やかな雰囲気を出してね、うん、
選挙ね、受け答えをするっていうね、能力彼あると思うんでね、そこはね全くバカにできない、で拉致問題とかに関してもね、他の候補もですねハッと思わせるようなことは、特に言ってないんですよね、実績があるわけでもないですしね、そういう中でね、例えば麻生さんがどういう、立場を取るか、非常に重要ですけれども、麻生さんもですね、もう80超えられてね、間もなく引退で、地盤を息子に譲ろうとしていると、そういう中で、やっぱり次の時代の自民党のね、やっぱり小泉氏とか中心になっていきますから、自分の息子をよろしくという意味でもね、ある程度麻生さんも、小泉に対して、無限にはできないなという感覚もあったりもするでしょうからね、したがって麻生氏がね高市さん支持する人たちが期待するように、決選投票ではみんな麻生派まとまってね、高市に入れろと、そうバシッとね支持するかどうか、私はちょっとね、楽観できないなと思ってますけどね、これはだから本当に最後の最後まで麻生さんの心の内は分からないと思います。これちょっと遡ればね、この上川陽子氏が自分総裁候補だと勘違いしたのも、麻生さんのおだてですよね、そうですね、このおばはんやるねという、何をやるのかよく分からないけれども、だからちょっとその麻生さんもですね、言動を必ずしもね、安定していると言えない面もあるんでね、分からないですね、麻生さんの動きもね、最後まで。はい、ということで始まりました渡辺哲也賞総裁選前日スペシャルということで、生放送今日は15時までお送りしたいと思うんですが、全編無料でお送りいたします。今回はですね、豪華メンバーということで、産経新聞の畔蒜さんとか、フリーライターの先生とかお越しをいただきまして、加賀さんとかお越しいただきまして、いろいろお話をしていただきたいと思っております。順番に自己紹介をお願いいたします。自己紹介めったにしないので難しいんですが、産経新聞政治部に、26年ぐらいおります畔蒜と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしく。フリージャーナリストの加賀光栄です。週刊文春記者から、新潮社フォーサイト編集部に入って、その後、独立して、夕刊フジで、13年間連載をやって、スクープ最前線という連載をやっております。畔蒜さんのね、産経にお世話になっております。いいえよろしくお願いいたします。はい、ということで政界の裏を知るお二人にお越しいただいてですね、私も知っている裏情報を交え、今日は徹底的に分析していきたいと思います。まず外境からのご説明でございます。自民党総裁選なんですが、第1回投票で党員票368、これはですね、368に、集まった票をドント方式で分類していく。で、誰が何票、誰が何票と分かれていく。これが368。議員票が368。これを合算して過半数を取れたものがいれば、第1回投票で終わります。しかし今回はありません。第2回投票は1位、2位の決選投票になります。1位、2位の決選投票で、議員368と都道府県票47を足し算した結果として、どうなるのか、それで1位になったものが、総裁、自民党総裁、次期総理になるということで、10月1日に、首班指名、臨時国会が開かれて新総理が誕生するというシナリオということになるわけですが、まずは第1回投票で2位までに入る、誰が入るかということになるわけです。で、当初ですね、8月半ば頃ですか、各社の情報調査などの結果であれば、小泉進次郎さんがダントツの1位だったと、だいたい35ポイントぐらい取っていた、35% ぐらい、それに対して石破さんが20-25% ぐらい、で高市さんが 15% からぐらい、で小林さんが 10% ぐらいっていうのが、あとはもうまちまちっていう感じの結果だったんですが、長い史上最長の、総裁選始まる前の余波も長かったということで、長い間やってるうちにですね、メッキがボロボロ剥がれてきちゃってですね、
大変なことになった人もいるということでございまして、石破さんは変わらず、高市さん伸ばす、はいはいはい、高市さん伸ばす、そして、石破、小泉さんが落ちるという構図になりました。安倍さんどうですかね、ここまでで。そうですね、これはね、党員票の蓋を開けてみないとまだわからないんですけども、交換言われているのは今は石破、高市、小泉の順じゃないかというふうに言われております、はい、ただこれがまたわからないのは、今まで小泉さんに乗ってた人が石破さんに一気に流れるのか、あるいは小泉陣営がですね、巻き返しているのかとかですね、まあいろいろわからない分野があります。いずれにしても今回9人も出てるので、1回目で半数行くわけがないし、その9人の中には推薦人20人の分も行かない、議員票は行かない人も出てくるんじゃないかというですね、そういう悲惨な例も想像できますね。どうですか、加賀さん。はい、いや、もう安倍さんの言う通りなんですけれども、まあ、体制は本来であれば、この総裁選が始まった初っ端は、小泉進次郎さん、そして石破茂さん、この2強ということで、この2人が決選投票になるだろうということで皆さん見ていたんですが、どん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 小泉さんのボロが出てしまったと、受け答えも会話もおかしいと、政策もまるっきり勉強してないというメッキが剥がれて、その分、一貫していろいろな政策論を訴えていた高市さんが急激に伸びて、今や石破さんと高市さんが同じポイントでね、どっちが1位になるかぐらいのところになって、極めて小泉さんが、差を開けられて、どん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 下がっていくと。で、その分小泉陣営がですね、慌てて総力を上げて、今必死の巻き返しをしているということで、安倍さんが言われたように、これ何もなければ今の状況だとおそらく石破さんと高市さんの決選投票になるだろうと言われているんですが、小泉陣営が本当に必死の巻き返しということで、国会議員票を含めてね、立ち逃げから引き剥がしたりとか、すごいなんかやってるみたいなんで、これ本当に蓋開けてみないと最後は分からないんじゃないかっていうのが今の現状だと思います。そうですね、まあ、その小泉陣営、後ろにいるのが、まあ、武田良太さん、そして菅さんと、このお二人が背後にいると言われておりまして、菅さんが、まあ、恫喝しているというのがですね、一部報じられてますが、どうですかね、畔蒜さん。はい、でその菅さんの恫喝にどの程度効果があるかっていうのもまた読めないんですね。そうですね、菅さんにね、もは元首相の菅さんに強く言われたら、その場じゃ小泉やりますって言って、でも実際投票行動は別っていうこともよくある話なのでですね、ここはね、本当最後まで混戦だと思います。で、また1回目の投票の結果を見て、また投票先を変える人もいますし、例えば、影響力がどの程度あるかっていう問題ありますが、岸田首相は、当初は小泉というふうに言われてたんですが、どうも最近ここに来て石破の方に来てるんじゃないかと。まあ、要するに、岸田さんは高市以外っていう選択肢で臨んでるようですね。という流れの中で、結局ですね、菅さんの締め付けなんですが、菅さん自身がですね、健康問題を抱える中で、まあ、先行きが見通せないんですよね、菅さんの権力維持がですね。どうですかね、加賀さん、その。いや、その通りですね。ですから、まあ、今言われたね、健康問題というのは、この間のね、神奈川の、その、街頭演説で、久しぶりに現れた時に、本当にみんなが驚くぐらいね、弱々しかったというところからそういう話も出ているんですけれども、その分ね、菅さんに代わって、武田良太氏が、本当に、もう本当、恫喝のようでね、強引な形で、ガン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 やっているということで、で、ただね、これで転ぶっていうか、それで分かったっていう人もいるし、もうどうもいろんな貸し借りがありますからね。だけれども、最後、じゃあ、そこで口約束分かったって言っても、最後投票の場面でやるかっていうと、これは分からないわけですよね。そうですね。無記名ですからね。はい。で、さらにですね、そういうやり方に対して反発する人も多いでしょうし、で、各社の新聞記者さんがですね、電話かけてですね、事務所回ったりしてですね、誰々誰々ってチェックリスト作ってるんですよね、皆さんね。はいはいはい、で、みんな朝昼晩持ち合ってんだけど、結構違うんですよね、これがね。そうですね。で、さらに記者にそれが漏れるの分かってるから、記者にはこう答えてるけどっていう人がいますもんね。はい。
まあ、だからステルスになってる人もいますし、ね、まあ、実際まだ全然、うん、決めてないようなことをおっしゃる人も結構いるわけですよね、うん、まあ、それが本心かどうかはともかくとして、うん、まあ、そこはその取材力と個人的関係もあるんでしょうけど、うん、まあ、だからね、今回その武田さんにしても菅さんにしても安倍さんはね、前回総裁選ずっとご覧になってきたと思うんですが、アディルさん、はい、頼むだったんですよね、うん、恫喝はされなかったですよね。まあね、若干ね、恫喝してみたこともないことはないんですよ。ないことはないけどね、 あなたと私の関係もこれまでだねみたいなことを言った場面は何かあったというんです。まあそれはね、なかなかお戻りいかなかった時にある、まあでもああいう脅し方はしませんよね、うん、まあまあ菅さんですが、多分皆さんの苦労人のイメージと実態がかなり違うというのがですね、うん、世界の裏を知ってる方どうですかね、加賀さんね。まあその通りですね。ですから、まあ、安倍内閣の時に菅さんが官房長官としていろんな睨みを聞かしたわけですけれども、その菅さんの凄さというのは、逆らう官僚だったらバッサリ切っていって、でしかもその政権のねために忠誠を誓わせるというね、そういうような剛腕だったからこそ安倍政権というのがあそこまでしっかりしてたわけですよね。ですから霞が関の官僚に言わせれば菅さんって怖い人なんですよね。でその怖い人っていうのはやっぱり若手の国会議員の中にもやっぱり浸透してますから、うん、その菅さんが今回珍しく、新次郎で行くんだということで、まあ、総力を挙げてるわけですから、それはどういうことが行われてるかっていうのは想像つきますよね。いやでもこの世界は本当にね、みんないろんな謀略情報も飛び交うのでね、うん、真偽はなかなかわからないんですよ。そうですね。例えばそんだけ新次郎さんやってた武田良太さんがね、うん、最近ちょっと石破に寝返ってきたとかですね、こ、うん、んな話もあるわけです、ね、本当ですか。いやみんな勝ち馬に乗ろうとするんでですね、勝ち馬に乗るんですよね。勝ち馬に乗ろうとするし、怪文書、菅が新次郎捨てて石破に乗り換えたなんて怪文書が流れてみたりとかですね、そんなのがだからどっかの何かを考えてる人が記者にわざとポロッと漏らして、それを記者がの間でエコー効果がかかってね、うんうん、っていうのはよくありますよね。加賀さん、もう相当いろんな噂飛び交ってますからね。ですから森さんがなんかね、旧安倍派の面々に電話かけて、高市をよろしくと言ってるというような話もダーって流れるんですよ。だけどそのいや僕ね、安倍派の人からもろに聞いてるんですけど、だけどじゃあ彼は何て言ってるかっていうと、いや森さんは高市をよろしくって言ったけどこれは違うと、つまりチェックしてるんだと、それで分かったって言うと大変なことになっちゃうと、あこいつを裏切ってるんだと、だから森さんが電話かけてきても信じられないというくらいみんな疑心暗鬼にとらわれていて、いろんななんか工作があるみたいなんですよね。まあ、森さんはもともとですね、小泉進次郎をしていたという話ですよね。でそれに対して安倍派の若手が反発して、福田さんあたりが中心になって、うん、小林さんを押してきたというのが一般的なメインストーリーですよね。どうですか、アビリさん。まあ、そうなんですけど、それは最初からルフされてたんですけど、うん、まあなんか私がその旧安倍派の幹部から聞いたら、うん、まあ、森さんに電話かけて本当ですかって聞いたら、いや今回何も動いてない本当ですか。まあそういう返事だったと、まあ、みんなですね、有名議員とかそういうところの虎の威を借りてですね、そうですね、喋る方いらっしゃいますか。こういう例もあったんですよ。旧安倍派の一人でね、うん、最初は小林陣営に顔を出してたんだけど、うん、途中で新次郎の方に行ったんですよ。うん、その時にその理由は、いや森さんに言われたから仕方なくてっていうふうに言い訳したんですが、実はそれは森さんの名前を利用しただけだったっていう、うん、よくあることですよね。はい、なるほどね、ということでですね、まあ本当にどこがどこまで何を信じていいのかわからない状況まで、うん、疑心暗鬼になっているというのが今回の全体像ということで。ただね、ただあれなんですけど、渡辺さんね、このね数日前に進次郎氏が麻生さんのところに行ったというね、うん、これもう新聞記事もありまして大きなニュースになってますけど、うん、まあそこで、なんとか助けてくださいと言ったみたいな見出しまでつきましたけれども、まあ進次郎氏はそれを正式には認めないけど案に認めてますよね、うん、でいろんな人に頼むのも当たり前じゃないかっていう答え方してるんですけれども、ただねあのニュースが出た瞬間に
やっぱりあの何人かの国会議員の方とかね、その周辺の人って電話がかかってきたんですけども、うん、あれでもう進次郎ダメだと、うん、自分でもう決選投票2位に入れない、自ら認めて、だから麻生さんのとこ行ったんだということで、うん、あ、進次郎もう終わったなみたいなことを言う人が結構いたんですよね、うん、ですからとにかく勝ち馬に乗ろうとしてるわけじゃないですか、ですからどんなにあの一般 情勢調査で例えば、進次郎氏が最初一番だったのにどんどん落ちていると、で挙句の果てに、高市氏にも負けて、しかも間が空いていると、このままの決選投票は石破氏と高市氏だというふうに、あくまで新聞とかいろんなメディアがやる世論調査が出たとしても平然としてなければ勝負になりませんよね、うんうん、ところが彼は動いちゃったわけで、まあ、その前に小泉さんはね、うん、あの前徳にね、うん、野田聖子さんに連れられて行ったでしょ、はいはいはい、驚きました、ね、特定郵便局会ですね、特定郵便局会はものすごく強い力を持っているのは本当なんですが、お父さんの業績を全否定するようなことをしてですね、しかも挨拶に行ったら票をくれるかって言ったらそんな簡単なもんじゃないだろうっていうですねいやいや、それ言ったらあれじゃないですか、郵政解体やったの、郵便局解体やったのお前んとこのお父ちゃんだろうよっていう話ですよね。だから特定郵便局を叩いて批判したのは、ね、お父さんですからね。そうそう、それで郵政解散選挙までやったわけですから、いや、まあ貧すればどんすだなと思いましたね私は、まあ、そうですよね、思い出しましたよ、あの特定郵便局郵政解散で野田聖子自民党を辞めざるを得なくなったんですよね。そうですよ、資格まで立てられて、 その野田聖子が小泉進次郎氏の陣営に入って推薦人にまでなって、うん、そうしてそういう特定郵便局会のね、うん、そういうところに連れていくっていうのも、これもなんかどういうことだろうと思いますよね。本当節操ないですね。まあ勝つためだったらってことなんでしょうね。溺れる者は藁をもつかむという感じがしましたね、うん、そうですね、本当そうですね、ただ彼はその出馬のね表明した時に古い自民党と決別するって宣言してるんですよ。古い自民党にすがってるんですよ今ね、うん、古い自民党言ってることがもうダメですよね、分裂してますよね、うん、だから麻生さんのところに助けてくださいと言う行くのは構わないけれども、うん、じゃあ何を手に上げに持ってったんだっていう話になりますよね普通え、いやだって土産に持っていくとしたら総理の座じゃないですかそれはいやだってですよ、あの金や物で転がる人じゃないじゃないですか麻生さん。そう、その通りですね、金も物もいらないんですから、ね、いらないですからね、持ってますからね、うん、だからやるとすれば麻生さんの天敵の武田良太の首か菅さんの首持っていかないと思いません？俺もだから麻生さんのところに行ったっていうニュースがああいうふうに流れて否定できない小泉氏、この段階で本当に終わったなと思いますよね。いやもう小泉陣営はしばらく前からパニックになってるとよく言いますよね。そうですね、そうですね、だってそれもだって1時間枠じゃなくて30分枠しかもらえなかったんですよ。ですよね、あの枠があってですね、あの15分枠、30分枠、1時間枠ってあって、しっかり話すっていう時は1時間枠なんですよ基本的に、枠で取ってみんなで、まあ陳情とかの挨拶程度だったら15分枠、30分枠って微妙ですよねどう思われます？まあ、麻生さんも忙しいですから。いや、忙しいけど、今一番やんなきゃいけない総裁選だから。まあ、だってそれは、小泉さんが頭下げに来たって、麻生さん、今更小泉さんはやりませんからね。ないですよね。ですよね。そこも読めないっていうところが、大体そもそもあれ、安倍さんはあれですか？今回、あの、麻生さんのところ、彼が行くにあたって、小泉進次郎氏は、菅さんちゃんと断ってるんですかね？いや菅さんに仁義切らなきゃダメでしょ普通は。いやでも菅さんに言ったら菅さんは OK 出さないと思いますよ。まあどうでしょうねそれは。でも勝ちためだったら OK 出すかもしれない。いやだから正直新次郎さんこの状況に菅さんも焦ってるのは同じですからね。あの菅さんと麻生さんとの間っていうのは政策方針の対立だけで。それ以上の関係にはないんですよ、うん、ところが武田良太との関係はもうこれ因縁の関係ですから、だから少なくとも武田良太の首を持っていかなければ、うん、麻生さんうんといかないと思いますよ、うん、で武田良太の首20人持っていったら100人ぐらいの話をまとめてやるぐらいの話になると思いますけどもそんなのやったら武田さん今度逆にブチ切れて
大暴れになりますよね。どうですか。どう考えても武田良太氏の方が小泉進次郎氏より強いですからね。まあ、でも20人ぐらいですけどね、軍団としてはね。単語としては、だから二階さんの後を継ぐって言ってるけど、そのどんどん二階さんがもうあの状態ですからね。そうですね。でもまあ反武田さんのグループもいるわけですから、たくさんありますからね。そうですね、二階派だからそんな簡単には止まりませんよね、武田さんではね、うん、だから45人派閥のうち武田さんが持ってるのが20人ぐらい、それ以外は、うん、あの単に二階さんにこうぶら下がってた人で、うん、二階さんにぶら下がってた人は今回あれですよね、あの石破陣営に入ってますよね。そうですね。であと、まあ、小林さんというね、二階派の人も出てますしね、うん、バラバラですよね、そこは、うん、だからあの長島さんだとか、うん、細野豪志とかは石破陣営って、あれ二階派ですもんね。そう だって長島さんが石破につくっていうのは明らかに言われたからやってるって感じですからね。そうですね、明らかに言われたからやってるだし、どう見てもだって言ってることとやってることかなり同じ防衛族として、どうですか加賀さん、それは全然ダメでしょうね。そ、まあ、長島さんとね、うん、その石破さんは同じ防衛族として付き合いはあるんですよ。だから飲み会とかには参加してましたけど、うん、でも考え方は合ってないですからね。スタンス全然違いますもんね。いや、この前あの自衛官の方出ていただいたらですね、防衛大臣で海外派遣をしているのに、海外派遣の視察を唯一しなかった防衛大臣が石破さんらしいですから。何度セットしても結局ドタキャンして、うん、だって俺は死んだらダメだろみたいなこと言ったんだね。有名だね、行かなかった。あの網タイツのお嬢さんですら言ってるわけですから、